With no sorrow.
やー、今年もお疲れ様でした。はい、今年もお疲れ様でした。お互いね、こうお互いというか、俺は井上さんの背中を見て喋ってるわけなので、はい、一回こっち見て乾杯しましょう。乾杯。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でーす。こんばんは。ちょっと とりあえず一回飲みましょう。うん、はい。ということでですね、いやー、もう12月も半ばですかね。もう半ば過ぎぐらいの感じですよね。いやー、今年もいろいろありましたけど、ナードトークとしてはまた1ヶ月ぶりということで、前回がね、ツアー終わりのなんか話をいろいろしたんだけど、はい、今年も、まあ、特にもうジングルもクソもねえっていう放送のスタイルに最近なってきておりますけれども、はい、始めていきたいと思います。お相手は、ウォンクベーシストの井上と、メルローこと安藤光平でお送りします。ナードトーク、今日も始めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイ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 。というわけで、淡々といきますね。はい。ナードトークという、ちょっとナードトークという番組の説明をしますね。はい。YouTube ライブでやっておりまして、私、ウォンクでベースを弾いております、井上寛と、ウォンクのサポートでサックスをやったり、メルローというね、プロジェクトをやってます、安藤光平でお送りしております、はい、ネットラジオになります。はい。でまあ、内容としてはね、まあ、一応なんかエピストロフ、なんかウォンクのことは知ってても、エピストロフってなんだろうとかっていう人とかもいるだろうし、逆にウォンクのもっとね、いろんなことも知りたい人も多いだろうし、まあ、メルローのことをもっと聞きたい高塚な方もいらっしゃるかと思いますので、なんかエピストロフとしての活動報告だったりとか、まあ、僕らが行ったツアーとか、まあ、なんかこうあったことだよね、近況報告しながらいろいろ喋っていこうっていうラジオ番組で、であとはあれよね、こうなんていうんですか、ダイレクトにつながるダイレクトじゃないか。そうです。リスナーの方とエピストロファンの方とね、こう、うん、リアルタイムでね交流する回となってますので、皆さんこの YouTube ライブ見てる方はチャットって打てると思うんですけど、このチャットをバシバシくれれば僕らもそれにね反応しながら、話していくという、そういうコンテンツになりますので、はい、皆さんコメントめっちゃ書いてください。はい、お願いします。お願いします。今日は特にですね、大忘年会スペシャルと、はい、銘打ってるわけなんですけど、はい、大忘年会スペシャルということにかまけてですね、何にも決めてないんだよね。本当にそうです。う、今回の放送何も決めてません。何にも決めて、最初はね、まあまあなんか寸劇をやったりとかいろんなことがありましたけど、今回は本当に何も決めてないし、はい、スペシャルなゲストが登場するかもということでですね、エピストロフのスラックって、うん、まあ、何ですか、 LINE みたいなやつ、連絡ツールですね。そう、連絡網で、うん、今日はラジオやってますと、だからもしよかったら誰か遊びに来ませんかっていう風にね、うん、年末だし2人だけでもなんだから、ね、忘年会酒も用意するから飲みながらやろうよっつって、誰も来ないね。誰も来ないし、反応もね。ねえ、あやたけだけだったね。あやたけが一瞬こう、そう、パラッと、パラッとしてくれた、ね、してくれたぐらいでね。まあ、そんなあやたけは今絶賛、論文を執筆中ということで、論文のお供にね、僕らもおしゃべり頑張りたいなという感じなんですけれども、はい、じゃあどうしますか。何からやっていきます？そうですね。まあいつもだったらこう振り返りみたいな。ことをね、エピストロフの、はいはいはい、その前回からの方を振り返りみたいなのやってるんですけど、うん、それやりますか。まあ一回やります。一回やりましょう。一回じゃあいつも通りこの、うん、前回放送が10月の10日、10月の10日だったんですけど、いやもうまるまるね、まるまるですよ、もうまるまる2ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらいね、何もしてなかったわけではないんですよ。僕らいろいろやってました。そうそう、いろいろやってるからこそこれできなかった、ね。そうなんです。というわけで。10月10日からね、何があったかっていうのをこうパラパラ振り返っていきますか。はい。なんか最近そのエピストロフって、まあウォンクが所属しているでメルローもいるって感じなんですけど、うん、最近なんかそのウォンクチーム、うん、そのエピストロフの中のウォンクチーム、うん、以外のさ動き活発だよね。それこそ安藤くん多分俺よりエピストロフ参画してるんじゃない今。あ、そういうこと？活動で言えば、いや、キキビビリリーのライブとかさ、ああ、そうだね、確かにね。なんかそれ、そういう系のやつとか結構あんじゃん。うん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 、
確かにね、まあいろいろやってるかもしんないね。とりあえずね、僕今カレンダー見て、うん、ナードトークの放送は10月10日で、翌、そうだ、あれだ、イオバンドだ、イオバンド、すぐあったのが。いや、違いますよ。あ、フイナムだ。フイナムです。そうだ、そうだ、そうだ。初めての渋谷ストリームホール。まあ、僕は一回出たことあったんだけど、うんうんうん、まあ、文句としては初めての渋谷ストリームホールっていうね。そうそうそう。そう、フイナムとビームスっていう、その、まあ、ファッション、カルチャー系のね、タッグを組んだ、ね、その2組が企画したライブに、ウォンクで出演させていただきまして、そうそう、フィーナムとビームスはね、もう俺1個しか覚えてることなくて、くっそ迷ったんだよね、会場に。会場に入れなくてさ。そうそうそう、入れない人が続出したね。続出って、まあ俺だけだったんだけど、結局のところ多分。あの、なんか、その、渋谷ストリームって新しく渋谷にできた建物あるじゃないですか、はいはいはい、うん、あれが全然俺分かってなくて、何がストリームで何がストリームじゃないのが分からなくない、あれ。まあ難しいよね、なんかそのどっからどこまでがさ、そのなんか渋谷とかで特にさ、こうビルとビルのさ隙間がないじゃん、うんうんうん、だからなんかこうどっからどこまでが渋谷ストリームで、どっからが隣のビルなのかとか分かりづらいんだよね。そうそうそう、だから全然ね、何がストリームか分かんなかったし、うん、そのここに行ってくださいみたいなところが全然分かんなくて、さまよってあげく全然違う正面玄関から俺は入って、みんなにこう全然分かんなかったよって言ったら、後続の人たちが、いや全然分かるよみたいな、ここだよみたいな画像を送ってきたのよ。でその時は、あ、そんなとこだったんだと思ったんだけど、よくよく思い返してみると、俺が行った時そこね、全シャッターだったのよ。あ、そうだったんだ。そうそう、なんか車庫みたいなところだったんだけど、はいはいはい、俺が行った時そこにね、なんか白いこう金網、金網っていうか、なんか鉄パイプのこのゲートみたいなのが全部閉まってて、あ、多分一番早かったからだと思うんだけど、だからそのアーティストが来ると思われてない時間だったよね。そう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 、うんうんうん、それで入れなかったのを思い出して、うん、そんなん入れるわけないやんって後から思ったけど、誰にも言わなかったよ。なるほどね。いや、そんなことがあったわけだ。そうです。だからあの日は結構サクッと終わったら、なんか楽屋もこうなんていうの、数が限られてて出演者が多いから、そうそうそう、終わったらこう次の人に楽屋を譲んなきゃいけないみたいなことがあって、で直前が確か僕らの前がチャイが出てたんだよね、うんうん、ネオかわいいのチャイが、ネオかわいいのチャイ ね、 ね、はいはい、そうです、そうです。でその後転換してウォンクライブやってみたいなね。そうそうそう、まあそんな感じで、でも割とシュッと帰った思い出がありますね。そうですね、特にさっとライブをやり、うんうん、みんなそのまま解散って感じ、ね、そんなに遊ばなかったね。やっぱり東京のライブの時って結構ドライドライというか、まあ地方はさ、その代わりめちゃくちゃやってるけどさ、そうね、あの帰れちゃうからね、うん、帰っちゃうよね、すぐ。ねえねえ、結構そんな感じですよね。そうで、それが終わって、はい、翌日ですよ。翌日、そう、イオバンドでソウルキャンプと。そう、ソウルキャンプね。そのイオバンドっていうのは、そのキャンディータウンっていう、あのヒップホップクルーのイオくんのソロの作品の曲をこうバンドでやろうっていうバンドなんだけど、そうそう、井上さんは俺は初参加だ。そうそう、なんかその、まあ、ウォンクのリーダーのね、新たが、うん、あのいつも、まあ、バンマスというか、ね、そうそう、バンマスでやってて、うん、それをやるってなって、た、いつも誰がやってんだっけ、あれ、カズキが、あ、そうそうそう、キングヌーヌーのね、カズキがやってくれてて、それで一回、まあ、いつもというか、それでビルボード公演をやったんだよね。そう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 。あとなんか動画撮ったりとか、で、一応ライブ版も出してんだよね、そうそう、配信で。それがね、なんか都合で出れなくなって、僕が、まあ、代わりに出たのかな。そうそう。なんだけど、まあ、このね、10月13日といえばね、台風ですよ、台風。そうだわ。そう、でも、え、あれ、あの一番やばかったやつだっけ？あれは違うよね。それ違う、あれは多分、いや、わからんわ、忘れた。けど、ね、今年台風多すぎて、毎週末台風だったよね。全然わかんないね。そう、でもとりあえず、あれ、なんか結構、ソウルキャンプは今回すごいメンツでね、そうそうそう、やる予定で、SWV。SWV、そうだ。で、ミュージックソウルチャイルド。ミュージックソウルチャイルド。あとはベイビーフェイス。ベイビーフェイス。で、イオくんか。そう。という、なんとも、すごい。伝説に伝説を重ねた人たちの、ね。ライブに出れるっていうことで、ね、その、10日のね、前回のナードトークの時も超盛り上がってて、そうだね、気持ちが。うん。
やったと思ったら、そのあれよ、飛行機がね、そう台風で飛ばなくて、SWV と、ミュージックソウルチャイルドが来れなかったんだよね。そうなんです。そうで、まあ、あのベビーフェイスはその前から東京というか日本ツアーか、そうそうそう、をしてて、それの最後にあのソウルキャンプに出るっていう話だったから、奇跡的にいて、うん、だから座組としてはイオ君とそう、あのなんだベビーフェイスのツーマンよね。そう、ツーマンライブをやりました。ねえ、あれどこだっけ会場？あれは、豊洲ピットだ。豊洲ピットでベビーフェイスとツーマン。すごい。いや、すごい日でしたよ。ねえ。しかもあの日も雨でさ。うんうん。あ、なんか本当に今年雨多すぎて、なんか本当に雨嫌いだ。そもそも嫌いなんだけど、ね、まあね、いや、わかるわかる。雨はね、あんま好きじゃないね、俺もね。雨も濡れるのも嫌いだわ。服が濡れるのも嫌いだわ。うん、なんかそう、雨ね、そう、うん。ちょっと雨もういいわ。本当に。いい思い出がない、今年雨に。なるほど。で、まあ、そのね、なんだかんだ、そのソウルキャンプはさ、こう、ね、そのミュージックとかが来れなくなって結構残念がってたんだけど、うん、もうそれをあのなんていうの、払ってもあまりあるお釣りの来るぐらいのベビーフェイスのライブをね堪能しましたな。もうベビーフェイスもうだからエンターテイナーなんだよね。やっぱりベビーフェイスもそうだし、うん、なんか昔アースウィンド&ファイヤー見た時とかも思ったけど、はいはい、本当にねすごいんだよね。いや、ライブが何ヶ月間ぐらい投資でリハしてんだろうなって感じだよ ね。そう、ショーなんだよね、あれは。もう、もうあれ、あの演劇じゃないけどさ、ミュージカルの、そう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 、それを見に行ってって感じだよね。シンガーたちもさ演者なんだよね。なんかちょっと身振り手振りもさ、曲の歌詞の内容に合わせてこうなんか地面に突っ伏してみたりとか、なんか、ね、そうね、左右にこう走ってみたりとか、なんかそういういろんなアクションがすごいあって、うん、エンターテイナーなんですよ ね、最後の怒涛の俺がこれ全部作ったんだぞメドレーみたいなやつそうね、ベイビーフェイスはそのそう自分ももちろん歌うし自分もやるけど、その作家としても有名だからね、うん、だからいろんな人に提供した曲を、そうそう、あれ何曲ぐらい メドレーでやったんだろう。いやもう10曲ぐらいやってたよねやってたかもね。そう、もうなんかわーこれも知ってる、うん、わーこれも知ってる、わーこれも知ってるみたいなのを連続でね、めちゃくちゃキメキメのつなぎでやってました。ないやそんな感じですよ。そんな感じですね。で何があった？あ、安藤くんはメルローでね、エイミーちゃんとダルジャブステップクラブと対バンがありましたね。そう、これはなんかメルロー久しぶりにこうちょっと広めのところでうん、うん、演奏ということでクラブエイジアでね、うん、やってきて、ダルジャブはねドラムの後藤くんがね、あのモノンクロのサポート一緒にやったことがあって、あ、そうなんだ。そうそうそう、それでなんか一緒にやりたいね、なんかやりたいねって言ってたら、うんうん、なんかメルロー聞いてすごい好きって言ってくれて、で彼らのダルジャブのイベントに出て、うんうんうん、でエイミーがいるもんだからさ、うん、エイミーのこうサポートにはさテンダーとかもいてさ、そうだよね、そうそう、なんかレンとかもいてさ、はいはいはい、じゃあもう友達だ。そうそうそう、なんかすごいね和気あいあいとした、いいですね。なんかメルローのライブっていいね、うん、なんかあんまり最近じゃん、その何なんていうの、そのなんだライブハウス前としたところでやり始めたの、ここ1年ちょっとぐらいじゃん。いいよね、ああいうところで聞くのも。そうだね、なんかやっぱりちょっとジャズ箱というかさ、狭いところで安藤くんの演奏を聞くっていう方多分多いと思うんですけど、はいはい、ソロの時は、うん、ライブハウスはねまたね、確かにね、低音バチバチでできていいですよね。そう、楽しいですね、楽しかった。そうで、それが終わるとで、この頃俺らは何をしてたかっていうと、ウォンクはね、うん、そのライブはそんなにしてないんだけど、うん、この時期は、うん、何をしてたかっていうと、あのシグナルを作ってたんですよ。ああの
イヤホンの曲ね。そうそうそう、11月11日に発表になったヤマハのブルートゥースのねイヤホンとコラボレーションしたそのシグナルっていうねシングルを出したんですけど、皆さん聞いていただけましたでしょうか。聞いてます、演奏しました。そうだよねそうそう、シグナルをシコシコ作りながらその映像についてこう、ね、あ MV も出たもんね。そうそうそう、監督と打ち合わせたり、はいはいはい、そのね代理店の人とアダフォーダがやり、うん、出た時期ですね、まさに。うん、まあ、この辺はなんかラジオで言うことじゃないけど大変そうでしたね。いやそうなんですよ、まあ、大変そうだったね。これね、なんかまあその裏側を言うっていうコンセプトがあるから、うん、まあ、ちょっと話すと、今回はねかなり大変だったんですよ、うん、そのなんだろうな、うん、いろいろね、すごい大変だった。すごい大変だった。その僕らってそのウォンクでありながらも、はいはい、エピストロフっていうレーベルを運営してる立場もあるから、うん、ウォンクとしてはさ、うん、なんていうの、自分の好きなものを作って、うん、それを使ってください、はいはいはい、っていうスタンスだけど、うん、レーベルの人としてはそのクライアントとのお付き合いってわけなんですよね、はい、そうだね。うん、なんかそう、レーベル、アーティスト自身がレーベルをやってるって、まあ、難しさあるなっていうところをねちょっと感じたね。なるほどね。なんて言うんだろう、アーティストはわがままであってほしいけど、うん、でもレーベルの担当者はさ調整しなきゃいけないじゃん。そうだね。それをさこう、うん、兼任というか、ね、兼任してるわけだもんね。から自分でこういい塩梅を自分でこう落とさなきゃいけないわけよね、はいはいはい、そのね、そう、それがね非常に大変だったんじゃないかな。みんな、俺も大変だったけど。なるほどなるほど。でも別にそのあのヤマハさんとなんか確執があったとかそういうことは全くなくて、うん、ないんですけど、うん、まあ ね、まあまあまあ、いろいろどういうものを作るかみたいなね。そう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 。なるほどなるほど。で俺はねその間はね、それこそそのエイミーの時に一緒だったテンダーとね台湾に行ってたね。あ、そうだ。そうそうそう、台湾行ってなんかあの、うん、臭豆腐を、臭豆腐ベースのやつが無理やり食わされて死にそうになってたみたいな。食べた？あんだから。俺はねもう一目散に逃げたね。ああ。もうあれダメでしょ。まあ匂いはダメだよ。でも味は美味しいよね。ってなんかみんな言うよね。いや、食べた方が。あい大丈夫っていうね、うん、まあ納豆、うん、って感じなんだろうね現地の人からすると。なるほどね。俺らも納豆ってさ、まあ、無意識に食ってるけど、まあ、嫌な人からするとすげえ嫌だもんね。そうそうそう。なるほどね。台湾ね、またウォンクに行きたいですね。行きたい。台湾はね、そこの時はねなんかねチルアウトフェスっていうね、別にチルアウトフェスっていう名前だけど、うん、別になんか悪いフェスじゃないんだけど別にチルアウト悪いことじゃないからね。そっかそっかチルアウトフェスっていうので、それにあの最近エルムホイとかも上げてて、なんかあのちょっとツイッターで界隈でバズってたイエローっていうバンドとか、なんかでしかもその辺があのエレファントジムとかとも一緒で、なんか台湾の何なんていうんだ、レコ隊みたいな、はい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 、そう、あれを撮ってるのが最優秀が、うん、割とブーンバップ系のラッパーだったりとかしてて、すごい、そう、すごい面白かった。でそういう人たちが出るからということで現地の人たちもめちゃくちゃいっぱい来てて、うん、そうそう、飲めや歌えや楽しい、ね、滞在でしたね。素晴らしい、良いですね、はい。でまだ皆さん作ってますねきっとね。一方そうシグナルをこう作ったりこうやり取りしてる間に何があったかって言いますと、うん、まあ、その撮影が終わった後に、うん、同時期にその、まあ、この前発表になったけど、うん、あの香取さんへの提供曲を作ってたんですよ、はい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 、ねえ、ほぼ同時期かな、うん、そう。だからこれってまだ出てないんだっけ。まだ曲は出てない。 あの1月1日、2020年1月1日に出ますので皆さんお楽しみに。お年玉だそうです。あのなんで割と大変だった時期だ
ったかも。そうだね、なんかそのシグナルでああだこうだ撮影して、うん、でも翌週ぐらいには香取さんとのレコーディングがあるから曲を詰めて、うんうん、こうしてこうしてみたいなことをね、香取さんの方も香取さんとそのウォンクで、そうそうそう、そこいろんなことをね、そう、香取さんとの裏話はね、うん、ウォンクレディオのその新年会で話す会があるからそこにちょっと譲ろうかなと思うんですけど、あの、まあ、あれはインター FM なんで、まあ、ちょっとあのスマップとかね、うん、あんまり言えないんでだからスマップに言及せずに香取さんとこう香取さんのことを語るっていうね。なるほど、難しいね、それは、ね、それは難しい回があったんですよ。この前収録したんだけど、うん、それをなんかスマッピーズもダメなんだよね。スマッピーズも言わなかったね。 J マターのものはダメなんだよね、多分ね、うん、まあ、ダメなのか分かんないけど、うん、ちょっとそういうセンシティブなところなんだよね。センシティブなところには触れずに、はいはいはい、香取さんについて語った回。マヨチュッチュとファミマファミマだねさっき酒買いにファミマ行ったら、なんかお惣菜がどうたらこうたらっつって言ってたけどね、香取さんそうそう、だからそう、じゃあここでそのスマップの話をすると、はいはいはい、僕はスマップの大ファンで、うん、もう昔からで、多分一番最初に借りた CD がスマップのベストだったのかもしれない、うん、ああ、なんか前言ってたね、なんかそういうなんか音楽のそういう回の時に、そう、それでだからその香取さんの曲を、うん、作るってなった時にもう俺はもうめちゃくちゃスマップっぽい曲を書いたんですよ。テレテぐらいの、いやもう誰がどう聞いてもスマップのだってわかると思うような、うん、でも新しい曲ね、うん、を作って、めちゃくちゃいい曲なんですよ、それは、うん、手前味噌だけど、うん、あのいやこれ発表したいな、どっかでこの曲あの自分で歌ってソロで出していやーどっかで発表したいな、めちゃくちゃいい曲なんだよな。でそれを書いて1回は OK になったんですよ、うんうん、だけどなんかその香取さんとそのケントで2人で話す機会があって、うん、これ全然ウォンクらしくないよねみたいな、うん、でもそうなのよ、それはもう俺がスマップ好きすぎて、うん、そういう風に書いたから全然ケント、ケントらしいじゃねえやウォンクらしいね、まあ、歌詞もケントらしくないし、うん、あその曲もウォンクらしくなかったね、はいはいはい、なるほどね。でもっとウォンクらしいのを一緒にやりたいって言われて、まあそれはごもっともない意見なんですけど、うん、じゃあ J ・ディラのサウンド生音で体現するような曲にしないとダメだね。そう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 、で新しく書いた曲でいったと。なるほど、なんだ、だから曲は2回僕が書いてるっすよね、はいはいはい、あでも両方ともカンちゃんまたあるのね、それは。そう、この案件に関してはまあ俺がまあ、元ネタを持っていってみんなで肉付けするみたいな感じで作ったんだけど、そうかそうか、そう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 、だからいやでもあの元の曲公開したいな公開して、いやどっかなんかエイプリルフールとかで出せないかな香取さんで、いやいやいや、もうケントが歌ったやつを、あケントが一応歌詞までつけて日本語のね、うんうんうん、でケントが歌まで入れたやつがあって、うん、エイプリルフールとかに出したいな、ああそのウォンクの新曲ですって、ね、そう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 、あいいんじゃない、それはやったらいいんじゃないですか、その1日限定公開とかでいい曲なんだよ、いや分かんない、意外とそれがすごい回るかもしれないから確かにね、日本語詞でしょ、日本語詞全部っていう感じの話。なるほどね。俺はね、香取さんレックってここに書いてある前日はね、うん、キキビビリリーとね、千葉のタワー、千葉駅前のタワーがあるんだけど、なんかタワーで演奏するみたいなのがあって、うん、マリアちゃんとかも出てたんだけど、うんうんうん、そう、その日もね、すっごい台風で。台風多すぎでしょ。で千葉の駅がさ水没したみたいなあったじゃん、あの日だったのよ。あで千葉駅前にいたのよ。そうすごい大変だった。だからもう車で行ったんだけど、まあ、あのなんていうのバシャーってこうなりながら会場までなんとか行って、うん、そうライブをして、はいはいはい、そう帰ってくるって、ね、結構やっぱ週末は本当台風雨
に尽きるって感じだよねこれね、うん、いやもうでそうなんか誰かもツイッターとかで言ってたけど、うん、台風さ土日来すぎじゃない、うん、これ今年特にねこれなんか俺らの、うん、その記憶の問題なのかな統計的には違うのかないややっぱりその印象に残ってるのが土日っていうことなのかな土日に来るなよって思うことが多いからね今年なんか特に土日ずっと雨だったっていう、ねうん、いや今年は本当にそうだと思う毎週末台風が来るか大雨が降るみたいな、ね、そうなんですよまあねそうそうそういやそう、ね、この頃もね台風が毎週毎週あってはっとなってたよ ね, ねだったねそしてでその頃これまた音楽の話なんですけどその香取さんの曲を作ってるってシグナルを作ってるのと並行で、うん、来年のアルバムの曲も作ってたんですよ、ね、僕ら、うん、来年の春頃にアルバム出したいなとか思ってて、うん、それについてね曲をいろいろ作ったりしてた時期でもあったなるほどそれで10月が終わったそうだねもうその曲を作ったりしてみんなでデモ出し合ってそうだよね、でそれをこう聞いてあだこうだ言ってるうちに10月終わっちゃったねそうだねレコーディングも入ってたもんねそうそうそうあの11月の頭にそのレコーディング入ってたのかなあれそうだよねそうだねあじゃあまだ後か、うん、とりあえず11月入るとダブテイルがあったんだよダブテイルダブテイルっていうのはイベントで、うん去年も出させてもらったんだけどあれは実は去年じゃなくてね今年のね1月なんですねああでも去年も出てその前も出たんだっけあれいや第1回が今年の1月あれそうだで今回が2回目そうだそうだそうだそう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 まあだけどまあなんかこう割と近しい距離のアーティストが集まった、うんうん、まあフェスみたいなそうそうそうフェスというかまあイベントで対バンイベントで、うん、今年は2日間あったんだよね。うん。そう、2日間あって、で、2日目 ?1 日目 ?1 日目だね、僕ら。1日目の鳥居だったんだっけそうそうそう。その日は、モノンクルとか、あれクラ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 違うから、次の日か。誰がモノンクルと、オドフットワークスと、そうだそうだそうだ。ウォンクと、パエリアスか。パエリアス、そう、パエリアスは、解散前の最後のライブだったのかな、ね、そうそうそう綾竹がゲストでしたよねそう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 っていうライブがあって、まあ、ちなみに次の日はクラクラテンダーシラップ、うんうん、とかかな あれメルローはメルローはね今年ダメだったんですよなんかあったらしいじゃんいやあったわけではなくて普通になんかあったらしいじゃんメルローはなんていうの新しいバンドを2組ぐらい誘いたいとなると、うん、こうちょっとこう去年じゃないかその1回目の5バンド出すとそんなに増やせないから、うんまあ、安藤くんはちょっとウォンクサポート枠でこう合体しといてくださいっていうことになったので大胆にも僕はその日の昼にチャラさんのライブを入れて仙台に行きましたね腹いせにねメルロー出れない腹いせに昼に仕事入れたねでギリギリにサウンドチェックいなくてゲストでコラボするのを断ってそうだそうだで楽天スタジアムなんだっけその仙台の方、はいはい、あの野球場でチャラさんのライブして、うんうん、そっから本番の本当に1時間前ぐらいに恵比寿に着くみたいな強行スケジュールでそうだそうだやったら意外とこう皆さんがすごい温かく迎えてくれましてね、うん、ねみんな安藤くんが拗ねてるって言ってそう心配してたよ優しくしてくれた、うん、そうだからね来年は何かがあるかもしれないねおお期待期待という感じですね、はい、安藤くん意外とそういう寂しがりなとこあるよね寂しがりというかねこうね不当なものは嫌いなんだ俺曲がったことは大嫌いだね曲がってはないでしょイベンターだしょうがないよそれは、お最初に言ってたのと公約と違うじゃないかみたいな、うん、あのプラ看板を掲げて、うん、演説にこう突撃して捕まる人だから俺あなるほどね、うん、割とその過激なねそうそうそう思想あるよ、ね、そうそうそうたまに出るそういつもはねウォンクチームだと一番年上だから、うん、その
なんだ、一番こう落ち着いていればないけど落ち着いてはない、決して落ち着いてはないんだけど、まあまあけど、なんだろう、うん、まあ人のちゃんと空気を読むタイプなんだけど、うん、たまにね、うん、過激思想出るよ、ね、俺は酔っ払った時に出るんだけど、そうだ、ね、安藤君はそういう時に出る ね、 そうだね、そうそう、あと何があったかね、あとここ周辺はね、まあ俺はそのこの頃は新曲、あ、てレコーディング期間か、その後のレコーディングをずっとやってたんだね、うん、ウォンクはね、うん、でちなみにこの11月の頭に、うん、あのエピストロフに新規参入した新アーティスト、うん、チャラかける新田光っていう、そうだ、そう、チャラタね、チャラタ、通称チャラタ、チャラタ、あのチャラかける新田光は俺らの中ではチャラタって呼んでます、チャラタ、はい、そう、チャラタのレコーディングもここら辺にあったね。あ、そうだ、チャラタは、そう、俺はほとんど何もそのレコーディングミックスにはかかってなくて、はいはいはい、その話聞きたいわ、俺全然知らないのよそれ。今回のはなんだっけな、一応曲の下地はまあチャラさんが、うん、まあというか、なんかなんか家がさすごいのよ、さすがの、うん、チャラ亭はもうすごくて、はいはい、なんだリビングでちょっとジャムセッションみたいなのできるのリビングでジャムセッションする、そうそう、暖炉の前ですご、うん、そうで、そこでなんかチャラさんがちょっと鍵盤弾きながら、うん、新田はきっと、いや、いいっすね、いいっすね、あ、それ行きましょう、あ、いいっすね、うん、あ、いいじゃないですか、いいっすね、できたっていうそういう作り方ね、そういう作り方で、まあだから結局元の作曲というかは多分チャラさんがやって、サウンドプロデュースっていう名目で多分新田がしっかり入って、でまあまあまあ、いつものと言っちゃいつものなんだけど、まあ新田がドラムで俺がホーンを入れて、翔さんがギターを弾いて、鍵盤は最近よく出てくる宮川淳君、淳さんね、メルローは結構ほとんど弾いてるんだけど、で珍しいのといえばベースにあの角田龍太フロムノンクル、角田くんね、そうが入ったバンドでこうやったと。そうだそうだ、なんかそのん、あのプレイハウスの話になっちゃうけど飛んで、はいはいはい、そのプレイハウスでそのチャラタの曲やったじゃないですか、やったね、チャラタと、やった、そうそう、あれでさ、その俺はそのウォンクの、うん、まあボンクのメンバーのプロデュースだけど、俺はその全く弾いてないやつをさ、うん、その時弾くわけだけど、うん、その人のベースフレーズを弾くっていうのが久しぶりすぎて、うん、俺サポートもそんなにしないし、はいはい、その なんていうの、まあ、ヒップホップのサポートとかするけど、うん、オリジナルでベースがちゃんとついてる曲のサポートとかしないから、まあそうね、ボンクのベースラインを作るのみのベーシストだから、うん、ね、たまにやるとなんかもう全然本当に性格出るんだなって思ったわ。いや、角田君は本当に正解チョイスだと思う、うん、あの曲に。なるほどなるほど。なんて言うんだろう、腰低くはない中腰ぐらいのメロディアスなベースじゃない、うん、そうだね。クラクラもそうじゃん、なんかすごい、うん、クラクラ今津田さんじゃないけどね。あ、そうだね、クラクラももともとそうだったし、まあ 初期の頃そうだったし、うん、モノンクルもそうだったし、うん、そう、なんか作曲家前としたベーシストっていう感じ、うん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 、なんだろうな、うん、なんかルートを弾けばいいって思ってるわけでもなく、うん、かといって、まあ、あとやっぱうっぺの人だからね、もともとね、めちゃくちゃ激しく弾くわけでもなく、うん、ただしっかりこういいフレーズを隙間にこうちゃんと入れてるみたいな、そうね、全体像が見えた上での、うんうん、腰中腰ベーシストって感じがして、それがねすごい勉強になるよね、聞いてると。うん、まあいろんな、やっぱベーシストも結構キャラクター出るからね、いろんな人。そう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 。でですね、そうで、この日、そうか、この日はレコーディングか。そうで、あと面白いことあって、面白いことっていうか、なんかこう新田が合唱にこだわってて、すごいなあ、すごい合唱したいって言ってて、うんうん、だけど愛する時じゃん、
タイトルがまず、うん、愛する時だね。で、まあ、クリスマスというか、まあ、ウィンターソングでしょ、はい、こう男じゃん今んとこチャラさん以外今んとこ男だね全員、うん、で合唱してどうするっていう感じなんだけど愛する時を男だけで合唱するとなんだけど、あなたもどうしてもこう最後みんなでやりたいって言って、うんうん、チャラさんはなんかこう子供とか少年合唱団じゃないけど、なんかね、ああいう子供たちとか女の子とかが多い方がいいなって言ってたんだけど、まあそんな知り合いとかつてはないからとりあえずやろうと思って、でなんかで、まあ他にもいろんな人がいた方がいいなということで、チャラさんちでホームパーティーみたいなのを開いたのよ。飯会、晩飯会を開いて、で晩飯とか飲み会をそのセッションできるリビングのところでやってて、皆さんが、はいはいはい、でこうもう一個こうちょっと違う棟があるんだけど、どんな家だって話なんだけど、違う棟何違う棟 A 棟 B 棟みたいなのあるのチャラさん家にはおー、そう違う棟があるんだ。そう、中庭があって A 棟 B 棟って分かれてるよね、はいはい、で B 棟の方でレコーディングしてて、うんうん、で向こうがちょっと騒ぎすぎると、ちょっと静かにしてくださいみたいな、あこぎ取ってるんでとか言って飲み会してる人たちがシュンとするみたいな飯会をやってて、でそこに来た人の、3人ずつぐらいブースに呼んで、はいはい、そのガヤというか合唱を取っていくみたいなことをしたんだけど、でその時にそのだから楽器チームの組み合わせがね、はいはい、俺翔さん角さん角田君、うんっていう3人で撮るってなったのね、うん、でこれはね視聴者の方は分かりづらいと思うんだけど、え角さん喋ったことある？まあ何度かしっかり喋ったことある。がっつりはないかもしれない。でも割とさ声さ、うん、さーってしてるの分かる、うんうん、分かる。でさ翔さんもさ結構ささーってしてるの声、うんうんうん、でさこのマイク乗りの良い俺じゃんね、うんうん、そう俺だけその何部屋 の防音室の一番隅、うん、もう扉入った隅で、で2人がマイクポップガードに向かって歌っても、うん、絶対俺の声しか入らない。ノリが良すぎてね。そう、そんな俺大声、その悔しいから大声出すとかじゃなくて、うん、そう、それぐらいね2人ともね声がねハスキー。確かにね。でこう。で面白かったのがその後仮のラフミックスをしても、うん、やっぱり俺いるんだよね。いろんな人が歌ってても俺いて、で最終的にこうチャラさんが、うん、ちょっともうちょっとこれ下げよっかって言って俺は消えたんだよ。あ消えたんだ。もうほとんど退場。まあ、ほとんど退場よ、はい、でいつもチャラさんのサポートというか、まあ、コーラスをやっている人たち、うんうんうん、もうその飲み会に来てたから、その人たちが歌った声が採用、ラスサビはほとんどその人たちっていう、まあ当然だよね。まあね、その可愛い子供たちがちょっと音痴だったら可愛いけどね、うん、マイク乗りのやたらいいそんなに歌が上手でもないおじさんの声だからね。それは確かに愛する時にそれはいけないかっていう感じだよね。そうそう、まあそんなことがあったと。でまあそこからウォンクのレコーディング、結構レコーディング続きな。そうだね、11月2週目レコーディングはずっとやってましたねえ。撮り終わりました？いや全然相変わらずで、まあ撮るものは撮ったかなって感じ、うん、でまたしこしこ作り中でございますね、うん、まだまあだからそうなんかよくさこうなんていうのかな、昔のさ、うん、アーティストとか洋楽のアーティストとかのさ、うん、なんかこう制作風景みたいなのとかで例えば、うん、ドキュメンタリーとかで見たりするとさ、うん、やっぱさスタジオにこもって、うんうんうん、アルバムができるまでそこでやるじゃん、うん、みんな。そうだね。なんだけど今の時代そうではなくて、やっぱりパソコンで作る部分も大きいから、うん、なんかこうスタジオで撮らなければいけないものを撮るっていう、そう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 、そうなんですよ、って感じだもんね、うん、だからスタジオに入る期間が例えば1週間ぐらいあったとしても、そこを出たらもう全部できてるかって言ったらそうじゃなくて、まだ戦いは続くと、うん、いうことなんですね、うん、はいはいはい、そうなんですよ。なんでまあ、あそこで撮った素材をまた持ち帰ってね、いろいろやったりとか付け加えたり組み替えたりとかもするんですよね。だからなんだろうな、よりみんなが思うようなこのいわゆる制作って感じじゃないのかな。まあでも今はそっちの方が多いと思うけどね。なるほどね。そうだから
レコーディングしてミックスして終わりとかじゃないんでね、うん、このなんだろう再構築をこう繰り返していくみたいな、はいはいはい、撮ったものを組み替えて、うん、それ使って作ってまたそれを組み替えてまた新たな素材撮ってみたいな、まあそういうのが試行錯誤できる時代なんでね。なるほどなるほど、そういう感じですわ。じゃあちなみに、うん、ちょっとこれは多分撮りは10月だったんだと思うんだけど、うん、皆さん多分見てると思うんだけど、シグナルの MV の撮影の話がちょっと聞きたいなと思うんだけど、はいはいはい、うん、シグナルの MV の撮影の話ね、うん、そうね、あれはねすごい過酷な撮影だったんですよ。まず何が過酷かって、うん、消えたり出たりしてるのとかがね、あ、そう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 、あ、そういうことね、作りからね、そうそう、そう、あの MV 見ていただいた方は分かるかと思うんですけど、そのこう 一つのカメラでこう1本撮ってるように見えて、うん、カットがめちゃくちゃ変わるような演出が入ってると思うんですけど、はいはいはい、あれはねロボットアームっていうのを使ってるんですよ。え、何それ。ロボットアームって何かっていうと、うん、ロボットアームってあのお祭りでもらえるあのビョーンってやつなんかあの握るとガシガシガシってなるそうそうそう、それじゃなくて、うん、カメラをこう固定する、うん、でプログラミングされた通りに動く腕、でっかい腕みたいなのがあるんですよ。ああ、なんかクレーン的な、歌番組とかで時々見えるやつか。そう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 、カメラのクレーンの完全自動版みたいなやつがあって、うん、であれでそのまあそのプログラミングした動きを毎回繰り返すから、うん、何回撮っても同じ場所の絵が撮れるわけですよ。ああ、なるほど。それを何テイクも重ねて、こう自分たちが人間たちがいろんな場所にいて、そうするとその映像を重ねても場所は全くずれないから大丈夫みたいな感じで、俺らがいっぱいいるように見えたり、その、はいはいはい、じゃああれだ、普通にもっとそんなクレーンがないような現場で一生懸命手で持ってこの辺からもう一回とかやってつなげてるのとかとのやつのすごいやつってことだ。そうそうそう、まあでもそう、ただそのロボットアームの場合はロボットアームのそのプログラミングが全てじゃん、うん、カメラワークは、うん、だからもうそこにめちゃくちゃ時間がかかっていて、それは何、当日やったっていうよりかやって持ってきたってこと。いやいや、多分当日スタジオ借りて設置してからじゃないと動き分かんないじゃん、その広さとか、うん、だからもうそれをずっとああでもないこうでもないって多分監督がやってて、ね、で俺らはね入りが早かったのかな、うんうん、割と昼間入ったのかな、ちょっと忘れちゃったけど、で入ってから撮影開始になるまで、うん、どれぐらいあっただろうかっていうぐらいは待ったんだね。もうな、で、その時と、ちょうどそのラグビーの日本代表と、うん、負けちゃったとこどこだっけ、わかんない。やってて、もうそれをずっとみんなで見てた、テレビで。でも、そうだから、もうずっと、うん、照明とロボットアームのプログラミング、で俺らはずっとその間テレビを見て待ってた、ね、なるほどね。だから何か大変なことをやったっていうわけじゃなく、大変だったのは監督と制作がの方々だったんだけど、あ、じゃあなんかそのカット数もめちゃくちゃ多くて何回もやる演奏シーンを撮るみたいな大変さではなかったんだ。ないないない、そんなんなくて、俺らだってもう4回ぐらいしか撮ってないからね、あ、そうなんだ。そうそう、4シーンぐらい、俺ら4シーンぐらい撮って、うん、まあ、ダンサーの方とケントがまたプラスアルファで撮ってみたいな、うん、撮影入ってからはね、うん、割とサクサク進んで、まあ、プログラミングと多分あとの編集に時間がかかってるから、ね、そう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 、だからあれはねすごい待ったすごい待ったし、まあ、やっぱ待つよね、撮影とかも待つよね、ほんと。そうそう、待つんですよ、うん、でね、待ってる間もその楽屋だからさ、うん、やれる でっかいスタジオだから近くに何かあるわけでもなく、はいはい、すごいあのテレビ見たり携帯いじったりぐらいの感じで、ね、待ち疲れはちょっとしたけど、でもまあ結果的にすごいいいものができて、ねえ、すごいかっこよかったね、うん、なんかそう想像、その俺らがそのロボットアームっていうことを分かって
ていうものがまあ、うん、分かってなくて、うん、だから当日行ってそのカメラワークとか見てすげーってなってテンション上がったね、うん、やっぱり。なるほどね。いや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 、すごいな。でも終わったのが深夜何時、うん、ほうほう。だけどほとんど待ってただけっていう。そうそうですね。えだけど今なんかそれこそ今最近なんかビハインドザシーン的なやつも、うんうんうん、あれはだから多分一個のカメラの映像とかっていうことなんだね、きっと。そうだね、そう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 、多分そう。なんかそのあんまりフェードインアウトせずにやってる映像を出してるってことなんでしょうね。井上さん、まだ飲み物あります？お、もうないです。あ、じゃあ撮ってくるのでちょっとあのコメントを読ん、ちょっとチェックしててください、ね、じゃあちょっと安藤冷蔵庫行きます。はい、ちょっと年末大忘年会スペシャルということで、ね、エピストロフの忘年会も兼ねてるんで2人しかいないはい、さお酒を飲みながらおつまみ食べながらやってますので、皆さんも聞きながらなんか食ったり飲んだりしといてくださいね。コメントを読んでいきます。ボールヘッドさんいるね。一番最初にコメントしてんじゃん。一番最初じゃねえか、すげえ早い段階でコメントしてんな。楽しみ、こんばんは、ワクワク、ありがとうございます。皆さん来ていただいて聞いていただいてありがとうございます。ところで何が始まるの？ナードトークというラジオが始まります。始まってますね。もう40分ぐらい経ってる。よし、帰ってきたぞ。はい、よいしょ。今コメントを読んでます。はい、オール寸劇でラジオしてくださいそれ結構大変だよねしんどい、結構大変ですね。しんどいわ。あ、先日の渋谷のエイブルトのイベント楽しかったです。ありがとうございます。よかったよかった、楽しんできた。よかった。あれもねちょっと話すといろいろあるわね。うん、うん、そうだね。これはちょっと後です。後で話すか。話しましょう。そう、あれもねいろいろあるんですよ。そうそう、皆さんスラック使ってるんですね。プロジェクトっぽい。そう、スラックってその企業でね使われること最近増えてますよね。うん、チャットツールって いろいろあって、うんうん、それこそスカイプでやってる会社とかもあるんじゃないかな。あ、スカイプのチャット機能でやってる会社とか、はいはいはい、まあ、あとはチャットワーク、日本製だとチャットワークっていう、うん、KDDI がやってる、やってた？もうチャットワークって分社化したのかな？ちょっとわかんないけど。わかんない。チャットワークっていうチャットツールを使ったりするね、会社もあるし、まあスラック最近は割とその IT 系とかベンチャー系では主流なんじゃないですかね、うん、スラック使ってるのは、うんうんうん。なんでスラックがね、いいかって諸説あるんですけど、カスタマイズ機能がすごいいろいろあるんですよ。全然その辺利用できてないわ、俺。このみんなさ、このコメントに対してリアクションってあるじゃん。なんか顔みたいな。そう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 、よくできましたとかさ、うん、グッドボタンみたいなやつとかさ、はい、そういうのをこう人のコメントにリアクションつけられるんだけど、うん、あれを自分で作れるの簡単に。あ、僕らでいうところのあれですね。そうです。なんでエビストロフのスラックにはケントスタンプっていうのがあって、俺が作ったんだけど、ケントが変な顔してるスタンプがあってなんかあったらみんなそれをコメントにリアクションするっていうのが流行ってる流行ってるってもう長年の伝統なんで。あれ絶妙な顔だよね。そう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 、あれね。ちょっと今度また新しいの作ろうかな俺。うん、そうそう、ね、1種類しかできないの、それとも何個も。いや、もう何個でも作れる。うん、今度新しいの作りますわ。なるほど、なるほど。そうそう、まあね、そう、スラック僕はそのエンジニアが好きだよね。その API とか使って簡単に拡張機能を作れるんで。はい、まあスラックの話はいいや。うんうん、はい、あとはどうですか？ウォンクレディオのクリスマスの回良かった、うん。ありがとうございます。最近ですね。この前やったやつだ。クリスマスね。クリスマスよ、もう。うん、クリスマス、もう来週か。来週よ。おお。クリスマスってさ、うん、毎年やっぱなんかする？クリスマスはね、なんか、でもね、クリスマスってさ、クリスマスにクリスマス感あるとこって混むじゃん。そうだね。それがちょっと嫌なんだよね。なるほど。うん、確かに。わかるよ。
26とかの方がいいよなと思うけど、わかんないです、クリスマスに何らかのもてなしをされる方からしたら、うん、まあそうではないって思うのかもしれないけどね。確かにクリスマスはね、うん、俺は本当に何もしないですね。あの、何もしないです。チキンとか行かないの？チキンとか行きません。チキンも行かなければケーキも行かない何もしない。はい、コメント読んでいきます。メルローライブ行きたい、来てください。メルローのライブはそうだ、またね、謎トークといえばね、お、すぐじゃない、すぐあるんですよ、ライブが。うん、21日、21、うん、明日はスターウォーズ見なきゃいけないんで、明後日土曜日の夜に、またまあ、あのこの間ウォンクの打ち上げでも使ったエレクトリック神社六本木は、うん、イモアライ坂のね、良きバー、そう、ライブバー、そこで、まあ先輩バンドなんだけど、うん、ザ・ドゥードっていう、あれはね、ん、大津がいる、いる、大津いるよね。そう、ちょっとうちはすぎてあれなんだけどまあ忘年会ですから。そう、大津っていう、あの僕の大学の同期のね、ドラマーがいて、そうそう、で大津がいるんだ。ベースが勝也だし、ね、あ、そうなんだ。そうで、そのリーダーは、うん、あのオルケスターデラルスって、あのグラミーにも、うんうんうん、グラミー取ったのかな、飲みにしたのか分かんないけど、うん、のあのサルサバンドの、うん、もう超もう世界的サルサバンドのピアノの斉藤隆也さんが、ちょっとナウでヤングなこうちょっとメンバーをエレクトリックジャズをやるっていう、はい、そうなんだ。そう、そうか、そうか。でそれと対バンでDJ はモスグリーンもいて、あ、モスグリーン DJ なの。そうそうそう、とうとう大津とモスグリーンが合うんだそうかそうか。まあそんな楽しいイベントが21日のスタートが夜10時から、はいはい、遅いね。夜10時から DJ 始まって、まあ、11時ぐらいから先行でメルローやるんで、うん、まあそんなに遠くに住んでない人だったら、うん、メルロー終わってからでも帰れ る,、まあ帰れる、うんうん、と思うので、うん、ぜひぜひ、いつでしたっけ、あさって、そう、12月21日土曜日の、はい、夜11時から、はい、あ、間違えた、夜10時からイベントスタートです、はい、お願いします。お願いします、はい、なんかどうですか、あと他になんかこう、なんかん、あれ、これ28日のメルロー行こうか迷ってます、これは何ですか。あ、これはね、あのね、28日のメルローは違いますよ、これはあのなんていうの、安藤浩平 AKA メルローとしての出番なんで、うん、何がどこで何が、姫路で、あ、手裏剣パップ の, あ、そうだ、ツアーファイナル、ツアーファイナルね。そう、いや、手裏剣くんもね、この間、そう、じゃあちょっとまた戻っちゃうけど、うん、ちょうどね、そのレコーディング、ウォンクのレコーディングが終わった後ぐらいに、うん、そう、だから11月2週目の9日に手裏剣パップ@渋谷 www で客演をしてきたんだけど、そう、手裏剣くんはなんていうかな、まあ、今をときめくラッパーよね。そうだね、うん、もうほんと20ちょいぐらいの、すごいなんかね、ぐいぐいやってますけど今、うん、で彼の曲で、サックスをまあ、うん、少々吹いてまして、うん、まあ、だからほんとラッパーのさ、フィーチャリングラッパーがワンバース蹴りに来たぜみたいなノリで、うんうんうん、なるほど、ブックされて、フィーチャリングサクソフォニストが、そうそうそう、ワンバースプーって吹いて、プーって吹いて、ピースアウトで出てくるみたいな。そうでさ、だからあので、結構なんかね、いい曲だから、エモ曲だから、ね、真ん中ちょっと後ろぐらいなのね、はいはい、でこの間ね、入りがね、何時だったかな、うん、1時とか、うんうん、でリハもすぐ終わっちゃうじゃん、うん、1曲だしね、でもう2時から飲んじゃってで結構ぐしゃぐしゃになりながら、なんかでもものすごい演奏は良かったらしいんだけど、うんうん、俺は知らないってなるほど、そうそうそう、でなんかそのまま終わってからも林くんともう2軒行って、
朝まで飲みちぎったっていう思い出がありますけど、すげえな、元気ですよ、ね、元気元気、その頃まだ元気だったんでね、最近元気、あ、ちなみに井上さん、こちらに厚切りスモークタンございますんで、あ、ちょっと待ってください、あのトリスハイボール開けてもいいですか。はい、開けまーすはい、本日2回目のプシュですね。はい、そうで、その手裏剣パップの姫路の公演のだからゲストフィーチャリングにメルローが出るよっていう話なんで、メルローを期待していくとトラップしかかからないっていうもうボンボン言ってるわけですわ、うん、でもちなみにすごいな、今度その姫路のなんていうの、成人式やるような、要するにデカ箱がないんだね姫路って、姫路城ぐらいしか、だからその市民会館大ホールみたいなところでやるんだってよ、うん、なるほどね、そうで、しかも高校生以下無料とかで、なるほどなるほど、そうやるらしくて、いや、どんな空気感になるのかはまあ分からないんだけど、うんうんうん、そう、それが一応僕の今年の仕事納めかなっていう感じ、28日、はいはい、イメージ、そういうことですね、そうそうそう、だからそメルローを期待してきてはいけません、はい、メルローの曲は聴けません、しかもロマンティックしか聴けません、はい、まあでもあの手裏剣パップもね、いいラッパーなので、そうそう、皆さんぜひ聴いてみてください。うん、はい、というわけで、そんな感じかな、まあ、ひとまずね。ひとまず、うん。これ、BGM 止まってないですか、大丈夫ですか、止まってますか、止まってません。あ、ほんと。流れてます。はい。さて、で、まあ、11月2週目。でね、俺ね、全然エピストロフ関係ないんだけどね、俺ね、11月からね、12月にかけてね、めちゃくちゃ忙しかったのよ。あ、そうなの？そう。もう、ちょっとノイローゼになるかもっていうぐらいね、忙しくて。何？何？で、こっからね、あの、DCPRG のツアーが始まるんですよ、僕。うん。DCPRG だ。そうだ、そうだ。君らがジョニー・ウォーカーで、あの、DJ 食イベントをやってる間にね。そうそう、コンフィ食べてる間に。うん、そうそう、で DCPRG っていうのはあのウォンクでも一回対バンしましたよね、うん、菊池成吉さん率いる、そうそう、なんか、アメリカを表現するために作られたデートコースペンタゴンロイヤルガーデ ンというね、バンド、バンドというかまあ大所帯のね、そうそうそう、合奏形態の、うん、あれね、大変でした、大変だったんだ、まあなんかジャズ犬とかの人とかはさ、まあ、一度は通ってるでしょ、うん、絶対、うん、そうだね、うん、なんだけどね、やっぱりね、めちゃくちゃ曲がね難しい、あ、そうなんだ、難しいし、まあそうなんだっていうか難しいよね、変拍子、うん、基本そのなんで変拍子とかポリリズムをね、ドラムが2人いて、そうそうそう、2人ともが違う拍子を叩いてて、うんうん、自分がどっちかに寄ったりする、ね、そのセクション的なさ、うん、ね、本としては、そうだからね、難しかったね。で、あとね、音がでかい。ああ、そのライブ中のみんなの。菊池さんもこのバンド20年やってるせいでもう難聴ですって言ってるからね。そうそうそう。まあそんなツアーがあって、うん、そうで、これのこれ中もね、もうね、みんなあんまり飲まないからね。大阪でもあのシェルター、うんうん、シェルターって僕らがよく行くバーですね、うん、そう、一人で朝まで行ってましたねなるほど、いや、安藤くん元気じゃん、元気よ、元気ですよ、元気だわ、それは、まあそのそんな困難の間に、そのさっき言った僕らはそのエピストロフとしては、うん、まあ、ウォンク×ジョニー・ウォーカーっていうね、うんうん、あのイベントをあの渋谷で、うん、バーを借りてね、あのケントが作ったメニューとカクテル、うん、ウイスキー、ジョニー・ウォーカーのウイスキーを使ったカクテルと、ケントが作った鴨肉のコンフィーとかのそういうメニューと、うん、僕らが入れ替わり立ち替わりで DJ してそれを食いながら曲聴くみたいな、いいですね、イベントをやってましたね、あれね、楽しかったわ、俺すごい楽しかった。ジョニー・ウォーカーは何、あの何、ハイボールを飲むの、いや、うん、まあカクテル、ハイボール、なんつうの、作ったやつを飲んでた。あ、へえ。なんかそのジョニアカ、ジョニクロとかそういうのは、多分黒じゃないかな、全部黒で作ったやつだった気がするけど、なるほどなるほど、いいですね、うん、
なんかそうそう、そういうイベントをやってて、うん、なんていうか自分が参加してないから言うの忘れたけど、ピザは、ピザ、ピザいつだっけ、11月3とかじゃないか。あ、もうちょっと先にジョニー・ウォーカーの話しよう、うん、そう、ジョニー・ウォーカーの時はね、そのでみんながカールガール DJ やったんですけど、うん、あのウォンクのメンバーの DJ ね、めっちゃ性格出て面白いわ、全員のちゃんと聞くと、うん、なんかね、それ一人一人解説していくと、うん、だからトップバッターは俺がやってて、うん、確か、うん、で俺はね、なんかその自分ではそのいいなと思った曲をただこうつなげてかけるだけなんだけど、はいはいはい、みんなが言うにはそのモスギョリンとか DJ の原田光介とか言うには、うん、まあ、一番選曲がウォンクっぽいと、あ、なんかウォンクの人が聴いてそうな音楽をかけるよねって言われて、まあ、確かに好きな曲をかけてるからそうなるんだろうなってなるんだけど、はいはいはい、であのケント、うん、次ケントが DJ したんだけど、うん、ケントはねやっぱりチャラいねチャラいんだよケントの DJ、そのでもチャラいって EDM とかのチャラさじゃない、なんか、うん、なんて言うんだろうね、そのノリのいい曲をつなげてかけるみたいな、なんて言えばいいんだろうな、よく言えば、うん、BGM としてはかなりパーティー向きで良いみたいな。なるほどね。そう、まあ聞き流すこともできるし、うん、聞いて踊ることもできるみたいな。なるほど、まあ、悪く言うとね、情緒が足りないよね選曲に、うん、意思があるみたいな感じ、うん、でもそれはそれでなんか良さがあって、はいはい、で次に新たかな、うん、で新たはねなんか急にヒップホップかけるんだよね、いや F ワードばっかでしょあいつの DJ、 そうなんかねいい感じにソウルで来たと思ったら急にヒップホップかけるの。新たは結構ね、俺もね何回か見たことあるんだけど、うんうん、割となんていうかこうそのなんていうのこうあんまり言っちゃいけないからなんていうアップダウン激しいよね、あ、うんうん、なんかバイポーラーな、なんか突然さ、うん、そうなんかそういうなんか結構それこそ本当ソウルの名曲みたいなのがかかったなと思ったら、うん、突然ギャングスターみたいなのがなんかボーンってかかって、うん、と思ったらまたなんか綺麗な曲かかってみたいな、なんだけどあのジョニー・ウォーカーの日は、うん、なんかね比較的なんだろう場所に合ったやつかけてたね、なんか俺も前聞いたのが結構前だったからその DJ を、うんうん、ああなんか場に合ったやつかけてんなってなったで最後はあえたけだったんだけど、うん、あえたけはねあえたけだったわすごいあのグレングルドかけてた、いやもう本当にあのかけたそういう感じあのピアノだけのミニマルミュージックみたいなやつ、うん、パーカッションだけのミニマルミュージックみたいなのをね、でもそういうのさなんかロングミックスとかできたらかっこよくない？かっこいい、あのそうなんですよ、ね、ライヒのミックスとか聞いてみたいな、ちょっと、うん、そうそうもうそのテクノ DJ 的発想だよね、うーん、その BPM まで計算してさポリラセで入るとかさ、うん、そうだね、面白いよね。もうでもだからこの間さあの、うん、ケントとピキビビとリカックスと福岡に行ってきて、うんうん、その時なんか DJ をやることになってさ、うん、久しぶりになんか DJ 昔やってたんだけど最近全然やってないから、うんうん、なんか久しぶりにやるかと思ったんだけど、俺割となんかあれだったね、なんかかけたい曲というよりかは、うん、でまあかけたい曲が1曲あるとするじゃん、うんうん、でしたらとりあえずそのなんか BPM の近似値の中からまた、うんうんうん、なんかなるべくその、うん、とかドラムブレイクのところで、うん、なんか一応ちゃんとミックスするみたいな気持ちで、はいはいはい、選ぶから最初に4つ打ちを選んじゃうと割とずっとぼっちきぼっちきぼっちきみたいな風にもうカットインしない限りはそうなるみたいな感じだったね。 DJ ってやっぱプロのその DJ を職にしてる人ってすごいよね、うん、参考になるすごい、うん、すごいね、うん、なんか俺はやっぱ好きなそのミュージシャン視点で好きな曲をかける人だから、うんうんうん、なんかはそこそういう風に持ってきたいムードあるんだなみたいな感じることあるもんね、なんかその入り方とか、うんうん、急に BPM をぶった切る方法とか知ってるもんね、うん、そうだね、そういうのすごいよね、すごいっていう感じで、ジョニー・ウォーカーが終わって、で、まあ、その前にピザのイベントがあったんですよ。あ、そうそう、ピザはね俺ね僕はハブられてたから、そっか、あの
表参道のピザスライスっていうところで、うん、エピストロフのイベントをやって、ピザスライスの中でピザを食いながらライブをすると、うん、で出演がキキビビリリーとスイートウェアのジンエンサギとあとウォンク、うん、まあ、演奏組はそれで、あとは DJ ね、うん、やってもらってっていうイベントがありまして、でそれは何でやったかっていうと、エピストロフとして初めてこうそのピザスライスの上に H っていう、うん、まあ、ビューティー&ユース系列の、うん、セレクトショップがあるんですけど、そこでその服を売らせてもらって、ピストロフメイク。正しく今履いてるやつですか？そうです。今僕下、うん、そのスウェット履いてるんですけど、これを売らせてもらったそのローンチのイベントということでやりましたね。うん、あれもね、服を作るっていうそのでそういうセレクトショップに送ってほぼ初めてだったので、はいはいはい、前からやりたいやりたいとは言いつつも、まあ、あれもいろいろ勉強になったな。おそのヤマハぐらいの大変さあったかも。あ、そうなんだ。ヤマハさんとのコラボぐらいの大変なんか やっぱやるとね、何でもやると大変なもんじゃないですか。うん、まあ、大変ですね。そうそう、だからあれもいろいろ勉強になったな。でも物はいいものができて、ライブもいい感じになったので、よかったんじゃないでしょうか。よかった。で皆さんも、もう多分 H には服は売ってないですけど、期間限定のポップアップだったんで、はいはいはい、売ってないんですけど、今後もしかしたらウェブで販売したりとか、ライブ会場で販売したりとか、この前もしたか、プレイハウスの時もしたのかな、するので、見かけたらぜひ皆さん見てみてください。はい、なるほどなるほど。そんな感じ。そっかそっか。ちなみにさ、全然それ関連さ、ビームスはもう終わってたんだっけ？ビームスはもう終わってたんじゃない？終わってたか。うん。なんか結構この秋から冬にかけてはそういうのが多かったですね。そのテンポライブみたいなの。そうだね。なるほど。確かにテンポライブね。あれ、うん、テンポライブ、その僕らってその店舗でライブやるときって、うん、そのエピストロフとしてやるときは音響とかも自分たちでさ、うん、用意することもあったりするから大変よ ね割と。まあ音響チームにと、あと林くん、マネージャーの林くんにはいつもお世話になってますけど、うんうん、あ、ボールヘッドさんがエピブランク欲しいよね。欲しいよね。あげ、これあげていいんじゃないかな。あげますよ、そのエピストロフの方々には。もちろんあげますよ。そうそう、俺はね、新たがね、うん、俺にねスケジュール聞くの忘れてたんだよ、ね、あ、そうそう、あ、そう、そうね、そう、そうだわ。で一回日にち決まったじゃん、うん、そのピザの日ってさ、で、ね、リスケになりますって言われて、ね、はーいっつって、うんうん、皆さんに確認した通り何月何日になりましたって言われて、うん、そこ俺聞かれてないし相手もいないみたいになってちょっと切ない感じでしたね、はい、じゃあ服をください。あげます、あげます。はい、でまあそんなこともあって、うん、で11月20日に僕はキリンジのアルバムに参加したのが出ました。そうだ、わっは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 、出ましたね。いや、キリンジのアルバムに安藤くん出るんだね。ねえ、すごい。なんかキリンジはもうファンなんで。うん、そうだよね。パンちゃん一番ファンだからね。うん、大ファンなんで。去年の三井ホールの打ち上げの時に隣に座って緊張してたもんね、安井さんの、うん。いや、そうですよ。だってキリンジのね、キリンジですよ。うん、キリンジです。すごいですよ。だから今回初めて高木さんお会いしたんだけど、うんうん、すごい的確なディレクションというか、うん、カチッとした感じ、うん、いやなんかそうね、なんか割とビジョンもしっかりあって、うん、いやなんか今カチッとした感じって言ったのはそのなんか兄弟って対比的なのかなと思って、はい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 、正規さんは割と何だろう、バイブスある感じじゃん。そうだね、イエーイって感じだね。イエーイって感じじゃん。そうだね、それにしたらやっぱカチッとした感じだね。うん、
そう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 、あれもねすごい、まあもう本当スタジオ行くとスタッフの方が、うん、高木さんと、うん、もう俺がいるだけで、あじゃ あもう今できてる曲にサックス当てていきましょうみたいな感じで、うん、はいはいはい、そうやったんだけど、ね、すごい面白かったよ。でなんかこう、うんうん、結構いっぱい吹いて、いっぱい吹いてって言われたから、うん、なんかいらないところは削られるのかなと思ったら、割とそのまま結構吹きちぎってるままで収録されてて、うん、おこんなに使ってくれるんだと思って、すごいありがたい出来になってましたね、うん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 、いいですね。そうそうそう、今年は結構ね参加作品もすごい、この秋にすごいいっぱい固まってて、私はそうだもう忘れちゃったけど、何があれは何がなんだか、あのミキ君とやったやつは、あああれってあれはきもう前でもうちょっと前だけどね、サマータイムね、そう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 、一回ラジオでもかけさせてくれたのね、ウォ、うん、ンクレディオでもね、そうそう、あそう結構前かそれは、そう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 、そう、まあそんなこともあって、あとはねこの辺にはね、まだ言えないんだけどね、んまだ言えないんだけど、超大物、うん、紅白歌手のレコーディングもねしたしね、紅白歌手え誰誰だっけ、紅白歌手なんていた、紅白歌手いるよすぐ近くに、え紅白出場歌手、歌手歌手って、まあまあまあ、いやそれがぼかしてる、ぼかしてる、なるほど、ね、最低限のぼかしを入れて歌手だね、なるほど、そのままレコーディングもしたしね、あそっかそっか、でもそれなんかセクションもやったみたいな、そうそうそう、メルロープロデュースでセクションのあれ、うん、本の、まあ、アレンジと、そうだ、人選とやって、楽しみですね、それは来年ですか、それは来年、次の次出るやつですね、次出るやつ、あの皆さん絶対ご存知のあの、ね、紅白出場歌手歌手ね、あのメルローが大胆な本アレンジをしたと聞いてますので、そうそうそう、やりましたね、あの皆さんも楽しみにしておいてください ね、はいはいはい、あとは何があったかな、でプレイハウスのリハが始まるんですよ、そうだそうだ、プレイハウスのリハ期間ね、次からは、うん、ウォンクスプレイハウスってそのウォンクがその今年関わってくったもらったそのアーティストさんをゲストでお呼びしてね、うん、みあの提供した曲だってしてない曲も名曲もいろいろこう一緒に演奏するみたいなライブだったんですけど、はい、そうゲストの方が多いがゆえにリハをめっちゃやるんですよ、そう、まあ一日にねやっぱりどうしてもまとめれないからね、そうそうそう、皆さんのスケジュールが、そう都合があったりして、うん、それをねいろいろやりましたと、やったね、うん、いやウォンクスプレイハウスはね、うん、いつものウォンクのワンマンとかライブと全然違う脳を使うんだよね、なんか、ああまあ人の曲をやるしね、そうそう、なんか自分の曲をやるとかウォンクのライブ、うん、ワンマンライブってムーンダンスのツアーもそうだったけど、うん、なんかよりこう自分たちのこの世界観をどう伝えるかっていうところを中心に考えるじゃん、うん、だからなんだ、どっちかっていうとその何右脳分かんない、どっちか分かんない、うん、まあその芸術的な方の脳を使うんですよ、はいはいはい、なんか、うん、こう見えたらこうとか、うん、思ってることはこうだからこうとか、うん、だけどウォンクスプレイハウスは完全にね鍛錬あのロジカルな鍛錬なのよ、曲を覚える、そう、うん、人様に書いた曲とか人様の曲を覚え、うん、それをちゃんとアンプしてからこうね、やる、間違えずにやるのがまず最初にあって、そうだね、そっからどうするかっていう話だから、うん、なんか使う脳が全然違うんだよねあのライブ、それこそさっき言ってたみたいなね、人が弾いたベースラインとかを弾かなきゃいけなかった、まあだからそれをなんかウォンクなりというか、まあ、自分たちなりの解釈でやることもあれば割と原曲に忠実にやった方がいいなっていう場面もあったりとかもしてね、うん、そうそうそう、まあそうですね、いろいろ大変ですよね、そう大変、でもなんかやっぱりそのウォンクスプレイハウス、そのウォンクメンバー以外もそのムーンダンスツアーで一緒に回ってくれたみんなもいたじゃないですか、うんうん、やっぱり あのみんなはいつもそうなんだろうなっていうのがね、あなんか心強かったね、まあまあそのなんか手際の良さ出るよね、そうそうそう、うん、あの
ギターの翔さんと和也くんとか、ポーンも安藤くんもそうだけど、雅子さんもね、いたけど、やっぱりみんなその譜面を渡されたりとか、渡されなかったりとかして、ここをこういう風に吹くんですって言われたら OK ってやるじゃん。うん、ウォンクの時もまあそうじゃん。うん、まあそうね。そう、だからプレイハウスの時もね、そこは何ら変わりなく手際よくやってくれるから、なんかね、ウォンク、俺はそのウォンクの時は、ベーシストというよりは、なんて言うんだろう、もうちょっとこう全体どうしようかって思うことが多いんだけど、プレイハウスの時はもうベーシストとしてちゃんとまずやんなきゃってなるからね、そこはね、やっぱ違うんですよね。なるほどね。使うのが。はいはいはい、はい。なるほど、なるほど。まあで、プレイハウスの話にも差し掛かってましたので、まあ、プレイハウス行っちゃいますか？行っちゃいましょう。はい。プレイハウスさ、どうでした？思い出。プレイハウスはね、ゆったりだったから、なんかすごいゆったりだったじゃん。でさ、しかも途中、そうか、カンちゃんは抜けたところないのか。俺が抜けたとこはないね。弾いてたもんね、フィーリングスも、ずっと弾いてた。だけど、途中で抜けたりとかもあったから、なんかすごいね、のんびりだったね。のんびりゆったり、なんかいい。だけど、やっぱり、全部いい曲やなっていう感じだったね、やった曲が。そうだね。そうそう。いい曲ばっかりだよ。ねえ、いい曲だった。なんかプレイハウス、そのいろんな人が来てくれて、こう、ライブもこう流れるようにいい感じに進んでよかった中でも、ほいほい、やっぱりなんかその M フローさん、とそ M フローさん出てもらって、チャラさん出てもらったじゃん。出たね。その、その流れはね、なんかね、すごかった。いや、すごかった。なんて言うんだろうな、M フローさんは、アーティストでもあるけど、エンターテイナーでもあるんですよ。そうだね。やっぱそこはね、まあ、ちょっとさっきもソウルキャンプのベイビーフェイスの話もしたけど、やっぱそこはすごいなってなったね。なんて言うんだろうね、スイッチ入るというか。そうね。だから割とさ、あのエゴサをするとさ、終わった後、いや、なんだかんだ新田くんの歌と長塚健人のドラムに持ってかれたとか書いてるけど、それ持ってかれたのは立ち位置だけだからね。そう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 。あれは一発芸みたいなもんだから。そうそう、だからその俺ステージから見るとやっぱりね、全然そのお客さんの反応とかが違うのよ。違うね。そう。違ったね。別に何、俺らのライブが悪いとかじゃないんだけど、なんて言うんだろうね、あの場をカツッとこうみんなのスイッチを入れる力みたいな、やっぱりエンターテイナーの人はあるんだなと思って。まあもちろんキャリアとかもあるだろうけどね。あるんだなと思ったね。なんかその、で最近の、そのいわゆるミュージシャンって。この自分たちでこう DAO をいじってこう曲を作るようになってから、なんだろうな、半分職人半分アーティスト、ちょっとエンターテイナーみたいなスタンスなの、なんかわかるかな、なんかみんな、俺はそう感じてる。俺はすごいわかる。そう、俺はそう感じてて、すごいいい曲書く人めっちゃいるし、もうみんなすごい時代になってきたなと思うんだけど、やっぱりそのエンターテインメント力みたいなところは、もう昔からやってる人たちやっぱりすごいなっていうね。そうだね、全然違うって思った、あのそう、確かに、なんだろう、スキルの方面が全然違うんだよね。曲作ったりとか、そのうまくライブするっていうところとはまた違う筋肉あるんだよね。そうだね。やっぱりあとさ、作るところもさ、なんていうの、そのなんて言ったらいいかな、昔はさ、曲を作るって言ってもさ、こんな DAO でとかじゃなく、DAO をいじれる人のところに行って、ピアノ弾いてとかはしてたと思うけど、よっぽどじゃん、自分でスタジオ持ってる人って、一昔前だったら。そうだね。そう。やっぱりなんかこう、なんて言ったらいいかな、なんかそのね、なんかエンジニアみたいな気持ちもあったりとかするとさ、やっぱりなんかこう、ちょっとメタになってくるよね。そうだね。そうそう。だから
そうでよりプレイハウスの時はメタになるんですよ。ウォンクの時は俺はもうちょっと主観だけど、うんうんうん、プレイハウスの時は人の曲をやるからもうちょっとこう自分がメタ視点に立ってこうベーシストとしてどうかみたいなところを見ちゃうんだけど、やっぱ M フロー入ってくると違ったね、うん、っていうのと次に出たチャラさんは、うん、エンターテイナーっていう気持ちではないんだろうけど、うん、なんだろうね、あのやっぱアーティストなんですよね、あれは、ね、音楽人って感じよね。音楽人本当に何て言うんだろう、浮世離れしてるオーラみたいなのがあるよね、うん、あるね、そのうん、うん、そこは違うんだよな、うん、そうそう確かにね。いやチャラさん爆笑してたねケントのドヤ顔に爆笑して歌えなくなってたもんね途中でねそうそう、でもあれでさえ も、うん、盛り上がるっていうね、そうそうそう、あれはすごいですよ。いやすごい、本当にすごい。うん、そうそう。いやいやいや、もちろんね、もう他のゲストの方もすごい良かったし。もちろんね、あのキービビも、ね、あのシーズ様、ミッコさんもね、うん、もちろんよく。ちゃんまりさんもね。ちゃんまりさんもね、うん、すごい。あとバードさんも良かったし、うん、梅ちゃん良かったよね。梅ちゃん良かったね。エピストロフ新人アーティスト。そうそうそう。梅ちゃん。梅ちゃんはその。エピストロフの新人シンガーとしてね、最近曲を出したりとかやってて、うん、ライブもね、この前エピストロフとしてのライブは2回目ぐらい、2回目だね、ビームスで1回やったからね、そうそうそうなんですけど、そう、その時は俺とそのギターの翔さんの2人とが演奏して、うん、あとはケントとデュエットやってもらったんだけど、うん、あ実はね、あのリハ1回もしてないんですよ。ああ、そうだね、そうだよね。だから、いや、まあ、梅ちゃんも、その、ステージ慣れしてないと思ってたから、うん、大丈夫かなと思ってたけど、すごいね、なんか、あの感じで完璧にこなすんだっていうね。ねえ、いや、でも、舞台袖ってめちゃくちゃ緊張してたから、ね、出る前は。そうなんだ。やべやべやべ、どうしよう、どうしようっつって。いやでもすごい良かったよ、いや堂々と堂々とやってたしね、そうケントフェイク殺ししてましたからね、うん、ただケントのドヤ顔がやっぱうざいよねなんか何お前ドヤ顔してんだよみたいな感じですけど、いやでもやっぱりね、あんだけしっとりしたね、 R&B の、うん、R&B バラードじゃんあれって、うん、もう超、うんね、ロン毛でヒゲのやつ歌っちゃダメね、そうだね、うん、坊主にしないと坊主が角刈りにしていただかないとダメだね、はい、そうそう、まあみたいなね、まあプレイハウスね、プレイハウスは打ち上げはエレクトリック神社でやったんですよ、そうそうそうやったね、そうまさに、でもまあソフトだったよね割と、そうだね、今年はあの若い子たちとビリヤードやろっかなみたいな人いなかったから、そう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 ゲストの方もね、パラパラッと解散して、まあ、でもまあ次の日忙しかったみたいなね、みんなね、まあ、身内だけで、うん、クリスマスソングやらされたの覚えてんな、なんか、うん、いや どちらかというと半分以上あれだったね、あのスタッフ打ち上げみたいなやつ、ね、そうだね、音響テック、うん、ね、お疲れ様でしたみたいな、そうだクリスマスソングやったわ、なんかそのエレクトリック神社、その安藤くんがライブやったりするのから分かるように、そのなんだ、まあ、楽器が置いてある、楽器が置いてあって、もちろんちゃんとした音響でいい感じの音響があって、うん、ライブできるようになってるんですよ、そうで飲んでる途中になんか盛り上がっちゃって、なんかライブやってよっていうやつがいたんだよね、やってよっていうね人がいてでなんか安藤くんがそのあでもボイパの人すごかったな、なんかあすごかったね、あれなんかボイあれがあれよ、あのケントのあのボイパリミックス、あ指導した人を指導したっていう世界一の、そうなんだ、ボイパの人よ、そうそうそう、その方がね、あの打ち上げに来てもらってて、そうそう、最初は普通に飲んでたんだけど、あの途中でねボイパを披露してもらって、そこからなんか安藤くんがそこにサックスを乗っけて、うん、そしたらなんかみんなもやろうみたいになって、そうそう、で俺はもう固くなにやりたくないと思ってたんだけど、うん、なんか引きずり出されてクリスマスソング弾かされたわ、ハブヨアセルフなんたらリトルメリークリスマスやりましたね、なんだったんだあれは、
全然クリスマスじゃないぞ、うん、でも割とあれで冷静になって帰ろっかってなったよし終わろうみたいなよしじゃあそろそろ帰るかってなったのね、うん、あれ終わってる、もうそんな長く この空気を続けたくないって、ね、そう、うん、いい締めソングだったあれは。そうそうそう、っていうかね違うんだ、俺はね、うん、早く帰らなきゃいけなかったんだよ。何だったんだっけ。俺翌日から綾武と一緒にミレパだったから。そうだわ、あの日はなんでその安藤くんとかいつもベロンベロンで、ね、そうだよね、もうはちゃめちゃやるのに、あの日はなんで冷静だったかっていうと、うん、その次の日から綾武と安藤くんはミレニアムパレードのライブだったんですよ。そうそうそう、あのね、某紅白出場歌手の方の紅白出場歌手の中の一人のそうそうそう、ソロ名義のプロジェクトであるミレニアムパレードっていうね、あるんだけど、それのねに参加してるもんだから、そう次の日大阪だっちゅうからさ、そう、ね、もう大変だったね、よくぞ起きれた。いやあれね、これねまたねちょっとね、うん、あのね、ちょっとまあ聞いてるだろうからね、うん、まあ、なんかあれね、聞いてるのに言うのもなんだけどね、うん、もう朝大変だったのよ。あれだけ、まあれだけか、そう、ないないない、いやだからまあさ3時なんだ、前日3時半ぐらいまで飲んでたじゃん、うんうん、でそこからまあ帰ってたじゃん、タクシーとかでみんな、うんうん、でも朝起きて、うん、で品川集合で、うん、あやたけが俺の機材をちょっと持ってきてくれると、はいはいはい、だから安藤さん品川のあの高輪口のロータリーで打ち合わせしましょうって、うんうんうん、了解了解っつって言ってて、まあ10時半に待ち合わそうっつってて、うんうんうん、したらさ、まあさ9時半ぐらいにはさ、うん、今日高輪口のロータリーで10時半ねみたいな俺は言うわけね、うんうんうん、オッケーっつって言うかなと思ったら既読がつかないわけよであれと思って、まあだけど向かうじゃん、はいはい、でまあ大丈夫だよなと思って、であやたけっつって、10時半で本当に大丈夫みたいな、既読がつかないわけですよ、うんうん、であれもしかしてあやたけ知らないところで結構飲んでたのかな昨日と思ってさ、はい、でこうちょっと心配になってくるじゃん、うん、で LINE とかだとさ、まあ、あやたけの性格上さ通知を振ってるとかあるかもしれないから、なるほど、確かに、メッセンジャーとかあの、うんうん、Facebook とかの方でさ、うんうんうん、あやたけみたいな連絡取れないよみたいな、はいはい、既読つかないわけよ、はいはいはい、だからもうこれは結構やばいかもしれないと思って、遅刻してるんじゃないかと。そうで、しかもしてるんじゃないかじゃない、してんのか、いやまだ大丈夫、まだ大丈夫なの。そうで集合時間を過ぎ、うん、その出発の時間にこう差し掛かろうとしてたわけよ。おこれもう置いていった方がいいのかなとかいろいろ考えて、はいはいはい、でよくよく考えたら電話番号普通の、うん、知らないから、はいはい、もう今のご時世さ LINE とかで交換しちゃうじゃん、まあね、最初に、うん、でそのミレパのマネジメントをやってくれてる、うんうん、まあ、ソニーの人に、うんうんうん、あのあやたけの電話番号知ってますって言ったら、うん、知ってるよって言うから、うん、ちょっと電話かけて、うん、ちょっと安藤くんが困ってると伝えてくれませんかっつって、うん、言ったら、まあ、すぐ折り返しでソニーの人が連絡来て、うん、あやたけも起きてたよとか言って、うん、あれみたいな、え何してたっすかって言って、なんかお母さんと朝ごはん食べてるって言っておいっつってでしたらあやたけからもあすいません通知全部オフって朝ごはん食べてましたとか言って朝ごはん食べてたって言ってる時点でまず朝ごはん食べてて通知が切れてるまではいいんだよ、うん、遅刻してるからもうでもねそれはあやたけの遅刻だよね。そうだから分かったのは、いやでも分かったのは忘れてたのが、あやたけってだからさ結構さこうなんていうのきっちりキャラじゃん。キャラね、キャラキャラ、そうなんだけど、うん、ウォンク結成は、うん、みんな30分遅れたんでしょ。そうですよ、そうっていうのを忘れてた。あやたけもウォンクの人だったということを俺が忘れてたのが俺も悪いなと思った、うん、いやそれはね、で別にそのあやたけは遅刻しないなんてことは全然ないですから。てかそうそう、むしろ遅刻してないことあんまりないんだよね。かんちゃんが一番、俺が多分一番時間通りに来るよね、来る回数は多いと思う、うん、それからどうしようもその仕事があってとかどうしようもないみたいな時があるけどね。そうそうそう、ただまあ連絡はほぼするもんね、うん、あやたけは別に連絡もするもしないもなく、なんかちょっと遅刻すんだよね絶対なんかそう、だから俺もさ新た相手だと、うん、新たはきっかり30分遅れる人だから絶対に、うんうんうん、
そう、新た相手だともうこっちもちょっと遅れていこうかなっていう気持ちになるわけよ、はいはい、そうね。でケントも割と突然連絡取れなくなったりとかするじゃん、うん、そうね、するするだからまあまあなんか新たとかケント相手の時はなんかもう半分もう信じてないわけ、うん、はいはい、荷物なんて預けないよね、そうそうそう、新たとケントに。そうなんだけど、なんかちょっと綾武はしっかり風だもんね、しっかりそうそう、でもそう、わかるよ、わかるわかる、その普段別にその遅刻以外のとこはしっかりしてるから、そう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 、わかる、そのそう、 うっかり忘れちゃうんだよこっちが、わかるわかる、 かる、それはわかる。そうでね、もう朝からヒヤヒヤでしたよ本当に。なるほどね、機材なしで行くんじゃないかっていうね。で着いたと思ったらさ、うん、よし行きましょうって言うから、待ってたんですけどって、結構ドキドキしてたんですけどみたいな、うん、そうそうそう、まあみたいなこともありながら、まあ、珍道中ですよ本当に。いやそう見ればね、そうそう、そう、なんかその見ればもう珍道中あったらしいなっていう話だけは聞きました、うん、まあ見ればはもうほんとさ動物園みたいなもんだからさ、うん、もう大変だったよね、ほんと大変だった、うん、もう、本当にもうライブも、ライブは良かった、めちゃくちゃライブは良かったんだけど、その打ち上げもさ、やっぱなんかその、ね、某その紅白出場歌手の方 の、 その全国ツアーの打ち上げも兼ねてたから、もう、何、こう、テキーラがもう、本当最初の1時間ぐらいで、3本ぐらい空いてたんじゃないかな。でも、継ぐ方も、もうショットグラスから溢れてるけどまだついでるみたいな、もう酔っ払いすぎて、うんうんうん、でもぐしゃぐしゃになってぐしゃぐしゃだったね、うん、でしかもだから飲み始めも早かったから、はいはいはい、1時半ぐらいにはほぼ全員酩酊してたっていうそうそうそう、なんかさ、そう、うん、この前もちょっとその話したけどさ、バンドマンだよね、バンドマンね、そう、某、うん、紅白出場歌手ともども、あのなんかウォンクにいると、うん、なんて言うんだろうな、ウォンクがバンドだからさ、うん、これがバンドだなって思うんだけど、うん、やっぱ他のバンドのその打ち上げの様子とかを聞くと、うん、あ、それがバンドマンだよねってなるんだよね。いやでもね、でもね、うん、どちらかというと、うん、その紅白出場歌手の方は違うのよ、うん、なんならドラマーは、うん、割と初期段階でちょっとうるさくなりそうだから俺帰るわっつって帰ってて、でベーシストはもう2軒目ずっと寝てて、あー、はいはい、でボーカルも1軒目の最後の方で寝てて、はい、もう1人ギターボーカルもはちょっと元気だったけど、てかなんかなんならその映像チームまあね、うん、あそこはそうよ、あそこがとんでもない本当に、飲み方遊び方で、なんかそれを俺はとんでもねえとんでもねえって言う、やっぱとんでもねえやつらだなって言ってたんだけど、うん、なんかでもそこでは俺が伝説なんでしょ、そう、あのいやカンさんはマジでやばいってあのそう、俺はそのスパイクがあるだけでそう、毎日毎日飲み明かしたり毎日毎日そのベロンベロンで管巻いてるわけじゃないんだけど、うんうん、たまたまそのキングヌーのメンバーとペリメトロンとたまたま飲んだ時にそのスパイクが来てたからすごいことになったの一回。いやーすごい、なんか俺は動画でしか見てないけど、すごいことになってたね。泥酔してもうゲロを撒き散らし管を撒きまくり、な、意味わかんないそこをしてたんですよ、その僕は、そのかつて ね、 ね、そのペリメトロンとキングヌーと飲んだ時に、うんうん、それがもう彼らの印象についちゃって、あのそうそう、だからもうそんな散々テキーラでオラーとか、もう海賊の宴を本当にうわーってなってんだけど、いやでもね、エピストロフはマジカンさんいるからなオスリンとかが言うわけよいやーマジあの人はマジでやばいって俺だからそんなに何そんないつからそんな毎日やばいわけじゃないよ俺は、うん、言っとくけどここで、
あの、うん、そうね。いやだけどそこでだからそれで、うん、いやカンさんマジでやばかったって言ったところに俺が追い打ちで、うん、俺ね一回アッパーされたことあるんだよねって言うともうマジでやばいなってもう震え上がらせてるからいやもう俺はそれはね話の中でも確かにだからその一部を切り取るとやばいけど、そうねそうそうそう、一部を切り取るとやばいけど、そうそう、毎日人を殴ってるわけじゃないですから ね、まあ、ね そ, うです、それはもちろんもちろんですよ。そんな野蛮な人じゃないですか、僕は。いやいやいや、でもね、まあ、そんなそういうね悪名がとどろいてる。そうだからなんか逆に今度それでなんか、うん、あのまた飲みたいなみたいな、カンさん呼ぼうぜみたいになっても困るってね。なって期待されてもその日俺がオフだったら気持ちがついていけないから、うん、正直にね。確かにね。困るちょっと。いや、オフオンだったら、うん、ね期待に添えるけど、そのオフの時期が長いから俺はかなり。そうね、オンになるのマジで1年に3回ぐらいだからね。うん、だからなるんだよね。そうそうそう。ために貯めたパワーをねスパイクさせるだけだから。そうねそうね。そうそうそう。いやでだからまあそのミレニパのライブがね大阪やって移動日があって東京やって、うん、東京も飲んで。うんうんうん。なんかねすごいいろいろまあドラマがありましたけどね、うん、もう本当演者の方がミレパロスって言ってんじゃないかっていうぐらいにはね、うん、まあやっぱりもう文化祭であり運動会みたいな感じだよね、うんうん、本当に。でもなんかその一応ウォンクとかエピストロフも、うん、なんて言うんだろうな、そのテクニックがあったりとかそのちゃんと、うん、活動してる奏者にね焦点を当てたいっていう目標が1個あるわけですよ。その音楽は奏者じゃないけど奏者じゃないっていうとちょっと違うな、うん、なんていうのその楽器プレイヤーじゃなくて、うん、僕ら音楽は作る側の多分人間なんだけど全員、うんうん、だけどそのサポートメンバーのみんなは奏者として活動してるから、うん、そういう人にねちゃんとソロを取ってもらって、うん、そのライブで知ってもらって、うん、っていうその音楽的にはすごいいい人がいっぱいいるんだよっていうのを知らしめたいっていう思いがあるんだけど、うんうん、ミレニアムパレードもすごいよねその点において。まあすごいよね。あのまあその常田くんとかキングヌーのメンバーはねめちゃくちゃ影響力今あるから、うん、そういう人がねその、まあ、安藤くんをはじめとしたその楽器奏者、まあね、そうそう、うん、とても良い楽器奏者の人をこう集めて、でね、その普段だったらさキングヌーとか聞いてなければ、うん、そんなライブそのねしゅんくんのドラムも知らなければ、うん、安藤くんのサックスも知らないような人たちがそこに来るんだよね、うん、そうだね、それがすごいことですよ、うん、やっぱりそのうんみんなもっとね知ってほしい、そういう、うん、だからそうミレニアムパレードみたいなプロジェクトすごいと思う。だけどバーンって前にワイヤレスマイクで踊り出て、うんうん、アジテートするのはデザイナーなんだよね2人とも、うん、それがまた海賊ね、それがまたすごいんだよね、うん、そうシュとコータメンが初めてのライブがリキッドで2回目のライブがコーストっていうまあでもそれがやっぱねミレニアムパレードのそのコンセプトとしてはかなりいいですよ、うん、そうだしなんかやっぱすごいんだよね、なんか才能あるし、うん、それを見抜いて、いやお前らできるっしょっていう大気もすごいし、うんうんうん、いやーねー、だからあの皆さんはぜひそのキングヌーを聞いたら、そのキングヌー、うん、みんな個人でねいろんなすごいいい活動をしてるので、うん、そこも掘っていってもらって、そうだね、そうだってね和樹くんもねあのベーシストとしてはいろんなことやってるし、メルローでもやってるし、そうだね、ね、石油くんもね昔からずっと、うん、ドラマーとしてやってるわけで、うん、みんなねいろんなことをやってるし、常田くんに関して言えばミレニアムパレードをやって、またそこにねいろんな超絶素晴らしい奏者を集めてやってるわけだし、ね、でウォンクもそうなんですけど一応ね、うん、ウォンクもサポートメンバーとみんなはね素晴らしい人が集まってて、うん、っていうのをねあのだからキングヌー聞いたらその周りをちゃんとねこう掘っていって音楽的にこう深みにはまってほしいしね、ウォンクもそうですよ、みんな素晴らしい活動してるんで、ウォンク聞いたら
そのね、ライブに出てる人の活動までちゃんとチェックしてね、うん、でやっていくとね、多分ねもっと世の中良くなると思うあの、うんうん、世の中もっと良くなると思うんですよ ね、 ね、 それは。いや今さちょっとさ、そのいろんな活動をしてるみたいな話でさ、うん、ちょっとさ、まあ際どいくも面白い話を思い出してしまったんだけど。何ですか。いや先日さ、うん、そのまだちょっとこの某紅白出場歌手についての話題が続くんだけど、うん、あの某週刊誌があったじゃないですか。あ、某週刊誌ね。でそれのせいであのウォンクも立ってるさ、へんてこまとめサイトみたいなのあんじゃん。ああの彼女は誰みたいな、身長はみたいなやつあったあった あ、 あれが立ってて、うん、たまたまねなんかこういろいろ見てたらあったから、うん、あこれで予想されてると思って、うん、こう見てたのね、うん、見てみようかなと思って、そのそいつらのトンチンカンの予想を見てみようと思って、うん、見てみたら、うん、あのカズキと一緒に写ってる女性で多分一番その SNS 上にあるのは、うんうん、イブちゃんなんだよ多分。あ高井イブキ、はいはいはい、それかあのカズキがサポートをやってるシンガーのね。そうね、はいはい、そう、この女性がそうなのではないかとか書いてあってそうだからなんかそれはさ、その人たちもさ、キングヌーからさ、うん、カズキの活動を追っていけばさ、あこの人高井吹さんだって分かるわけじゃないですか。だからやっぱり世の中良くなるよね。ほんとそうよ。で一番 最悪に間違ってるんだと思ったのが、うん、こちらの女性とも一緒に写ってる写真を何枚か発見したっつって、うんうん、いうその女性が、うんうん、こ先日発表になった YOU、うん、の奥さんなんだだそれはキングヌーファンだったらもう分かるだろうっていう、うん、だからもう、ね、だからもうファンでもないんだろうなっていう。そうね、ただ、そうだからまあ当たり前だけど、こうアクセスランキングを稼ぎたいこう人が無理やり作ってるせいで、そういう、本当にだからあれで、あれだからもしかしたらさ、こうまあリスナーの中にもさ、あれで本当にだ、あの、ね、井上寛の身長何センチなんだとか思ってる人がいるかもしれないけど、そうそうそう、あれはだから相当トンチンカンだぞと思って。あれはね、すごいよ。トンチンカンというか、僕はああいうメディアを運営するみたいなの、うん、その仕事のことをちょっと知ってるんですけど、うん、あの業界柄というか、うん、本当に適当だからねあれってそのライターでも何でもない大学生とかバイトの主婦の方とかが、うん、その文字数でお金をもらってやってる。で何ならもう見出し勝負みたいなところでしょ。そう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 、もう完全にだからね、あんなのはね、うん、まあ別に信用する、まあ信用してる人なんていないんだろうけど、うん、俺のさ身長の話めっちゃ好きなんだよね、うん、あのウォンクのメンバーの身長は、うん、みたいなでなんかこう結構昔に撮った4人のショットがあったんだけど、うん、あの4人がこう壁にこう並んでて、うん、でちょっと細長い部屋 で、うん、で俺が一番手前にいて、うん、その側面の壁にこうメンバーがそこからずらっと並んでるみたいな、はいはい、だから割と、まあ、遠近法っていうかね、遠近的な写真で、うん、そこでなんかそのケントの身長が、うん、おそらく170なんちゃらなので、うん、この写真からすると井上さんの身長は180なんちゃらなんでしょうねみたいなのが分かるなんて遠近法知らんのかいみたいな。いやー、どうしたの？それもすごいね。それも面白いわ。めっちゃ面白いよね。なんかすごいでもそんなのを書いてる人がいて、見る人がいるっていう。まあね、いやだからめでたい世の中ですよね。しっかりディグってくれよっていう感じだよね。そうそうそう、だから。あとなんかそういう質問本人にしてみたらいいんじゃないですか、うん、みんな聞きたいことは。Twitter なんて今あるからね、うん、あの。DM とは言わずにね。そうね。普通に。質問すればいいんじゃないですか。知りたいことあって。身長は何センチ？190ありますか？とか。まあライブに来ればないっていうことはわかるし。ねえ、いやいやいや、面白いよね。本当に面白い。ちょっとまた私飲み物取ってきますね。ああ、いいですよ。じゃあ僕はちょっとコメントを読みますね。ああ、面白い。ちょっと酔っ払ってきたな。ちょっとずつ酔っ払ってきた。こんなガブガブ飲みながら。などトークやったことないですからね、今まで。
キリンジのニューアルバムに参加について聞きたいです。これ話しましたね、さっき。いいよな、キリンジに参加できんの。俺もしたいですわ。まあ、したいって言ってできるもんじゃないんだろうけど。DJ の選曲知りたいです。これね、DJ の選曲、いつかプレイリストにしてみようかな。Spotify かなんかで。ちょっと考えてます、それは。はい、お茶割りでーす。イェーイ。あざます。ボールヘッドさんにはエビブランコをあげます。住所教えてください。後で LINE で。キリンジの中で一番好きな曲は何ですか？なこれ難しいね。ちょっと名曲が多すぎて。ね。俺、ニュータウンっていう曲がすごい好きなんですよね。ニュータウンがすごい好き。まあ、ニュータウンがすごい好きだな。あとは、まあ、ベタなので言うとドリフターズとかも好きだけど、いろんな好きな曲ありますね。一番って難しいよね。なんかキリンジもその音楽性がすごい広いから。そうだね。うん。エイブルトのワークショップ行きました。ダウまたやりたくて何買おうか悩んでましたので勉強になりました。うん。でもエイブルトンのライブってさ、DAO っていう枠にはちょっと収まらないツールだよね、うん、なんか。そうだね、できること多いしね、うん。できること多いし、できないことも多いんだよね。うん、だから、なんていうんだ、思想がしっかりしてるというか、あそこまでちゃんと思想がしっかりしてる DAO ってなかなかないですよ。なんていうんだ、どこもやっぱりさ、この機能が追加されたから、うん、他社がこの機能追加したからこれやんなきゃみたいなのとか、うん、これは DAO としては当たり前の機能みたいな感じで入れてるけど、うん、エブルトンライブは DAO として当たり前の機能がないけど、うん、俺らはこうしたいからこうするっていう機能めっちゃあるんですよ。あ、確かにね。そうそうそう、だからそれはね、あの尖ってるんだよね、うん、DAO としては。そう、まあ細かいことはいろいろあるけど、うん、そうそう、だからやっぱり使うシチュエーションがはっきりして目的がはっきりしてればエイブルトンライブめちゃくちゃ楽しいよね。うん、うん、そうだね。そうそう、コメント続き、チョコと餃子食べてます。やば食べ合わせやばくない？大丈夫？チョコと餃子すごいですね。すごいですね、うん、ケントスタンプ見たい。あ、これ公開しようかな。あ、でも公開しようかな、うん、ちょっとケントスタンプ公開しますわ今度。あとは梅ちゃん本当に素敵でした。素敵でしたね。新田くんの歌と長塚くんのドラムは一発芸と言ってしまうカンさん。あんなの一発芸でしょでもあれなんだろう、やっぱり、うん、バンドを全くやってない人からすると、うん、あ、ケントドラム叩けてんじゃんってなんのかな、まあ、まあ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 言っちゃえばそうでしょ。なるのか。だって叩けてはいるじゃん。叩けて、いや、うん、うん、いや、そうか。あれはね、下手くそなんですよ。下手くそなんですよっていうのもおかしいよ。うん、だってドラマじゃないし。ドラマじゃないからね。そうそうそう。うん、まあ、だから隠し芸だよね、本当にね。本当に会社の一発芸みたいなもんだよね。そうそうそう。でも、まあ、新たのその歌は、歌のクオリティ的には一発芸だけど、声はいいよね、やっぱね。うんうん、そうだね。そうそう。そう、てか、よくよく思い返してみれば、結構、プレイハウスはさ、俺が関わったのも多くて、うんうんうん、そうだね、安藤くんが作曲とか編曲してる曲も多いもんね。そうだから、なんか結構そういう面、意味では、なんか自分的にもなんか楽しかったな。うん、なんか、おお、生演奏や、みたいな。うんうんうん、さてと、ヒレパワ動物園。ヒレパワ動物園。動物園みたいな MV あったよね。あった、ブランク、ね、そうそうそう、あんな感じですかね。ちなみにカンさん何センチですか？僕はね169センチなんですよ、うん、でウォンクの中では一番ちっちゃいかな。そして俺とほぼ一緒だね。あ、そうなんだ。俺もね
自称170 169だそれ俺はねもう絶対に169って言うようにしてる。あの170って言ってる人全員169だと思ってるもん俺172とかだったらね。そうそうそう、いや2とかだったら分かるよ。でも170ですって言ってる人は169なんですよ。それはねある。うん、そうなんです。なんで僕はもう、うん、正確本当の身長を言うと 169.8 とかなんでね、うん、だけど8とか言わないで169ですって言ってます。あ、偉いね。俺逆にああいうなんかコンビニみたいなさとこにさ、うん、こうあの犯人の身長が分かるように貼ってるじゃん、うん、はい、ああいうのとかに時々こうピッてやってみて、うん、一緒にいる人に俺今何センチって言って、その人が適当に170ぐらいあるよとか言ってた、うん、おじゃあ俺170あんだとか言ってだって健康診断受けてないからね、会社員じゃないから、うん、そうね。俺は毎年受けてるけど ね最近ちょっとずつ縮んでんだ日光浴びた方がいい、日光。確かに、ね、うん、なんかクリスマス会が良かったみたいな話があったけど、なんか結構なんかやったんですか、インターFMの方では。うん、いや、まあみんながクリスマスソングこうかけたっていう感じだけど、ちゃんとマライアかかってんの。マライアかかってないねなんなら俺クリスマアンチクリスマスのポジションから話したわ。だからそもそもさ、クリスマスってさ、うん、意味は分かんないじゃん。意味分かんないよね、この日本に生まれてね。意味は分かんないよね、うん、みんな意味分かんないよね、クリスマスね。その上で、うん、まあ、なんかそのやっぱ踊らされたくないっていう、なんかちょっと卑屈な精神があるから、なんかねクリスマスだからこうとか言われると、うん、はみたいな感じになっちゃうんですよね僕は。俺めっちゃ面白かったのが、うん、それこそこの間福岡でケントと一緒にいたら、ケントの携帯から、うん、てん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 、全然音痴だ、めっちゃ音痴だけど今あのわかる、わかる。マライアのさ、今かなりセブンスだったけどねセブンスの行動が鳴り響く音程だったけどあれですね、俺はちゃん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 に、うん、途中まで全く一緒のなんかアラームかなんかが鳴り出して、うん、すごいびっくりしたことがあったっていう全然面白くない話なんだけど、俺が歌えなかったことが一応面白くなっちゃったけどそう、クリスマスといえばさ全然関係ないんだけどさ、ウォンクでこう遠征に行くときにさ、パーキングエリア寄るじゃん、それで俺と新たがそのパーキングエリアでご飯をこう食べようとして、あの注文して、でなんか細長いさ、あの鳴るやつね、そうそうそう、注文ができたら鳴る機械あるじゃないですか、うん、あれをもらってそれで新たのが鳴った時にピッピッピーピッピッピーってなって2人で顔を見合わせて、あったね、ジングルベルとかちょうどねその音程だったんだよね、うんうん、そう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 、いやそういうのあるよね、そうそう、いやクリスマスね。でもクリスマス、新たは逆にクリスマスソング好きでしょ。新たはねすごい好きらしい。めちゃくちゃ聞くもんね、あのサッチモのやつとかね、そう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 、あとサラボーンとかシナトラとか、そう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 、割とジャズのビッグバンドのクリスマス好きだよね。そう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 、クリスマ、でもクリスマスソングはねいいのが多いっていうのは俺もすごいわかる、うん、いやいい曲多いよ、うん、まあ、ディズニーみたいなもんだからね、うんうんうん、なんか本当にファミリーがハッピーになるために、うん、作られてる感じがするからね、うん、そうそう、クリスマスソングは俺も好き、すごい、うん、なんて言うんだろうね、あの、うん、クリスマスソングってさ激戦区じゃん、曲の。そうだね、激戦区だからこそ、うん、そのスタンダード、そのみんなから捨てられないようなスタンダードが生き残ってるから、うん、それってもう百獣の王なわけじゃん、うん、そうだね、その激戦区の中で長年愛されてるクリスマスソングはもう百獣の王だし、うん、新規参入するさ、そのクリスマスソングはさ、はいはい、百獣の王に負けないような工夫を凝らすわけよみんな、うん、だからクリスマスソングはすごいね、みんなそれぐらい頑張って普段の曲も作れっていう話だよねそうそうそう、まああとはそのやっぱりキリスト教はねクリスマスに特別な思いがあるから、やっぱゴスペルとかのさ本場の人とかを見てるとさ、うん、まあ、捧げてるからね、そうそう、
気持ちが違うのよね、気持ちの入り方が。だからやっぱりそのクリスマスが特別っていうことの人からすると、うん、そうもうね、クリスチャンの人からしたらね、もう上げてこうぜのどころじゃないんだよ。そうなんだ、もう上がるんだから、もうそう、そうなんですよ、ね、そうだからやっぱり全然違うよね、うん、その気持ちの入り方が違うと、いい曲がいっぱいできますよ。そうだね。いやクリスマスね、でその後、あ、安藤さん、ラルク・アンシェルの好きな曲何ですか？なんで急に？ラルクで好きなのはね、結構ニッチなんだけどね、結構あの接吻のあたりが好きですね。あのスマイルってアルバム あのみんなが好きなハガレンの曲が入ってるやつ、なんだっけ、レディーステディーゴー。あ、そう、あの俺ちなみにラルク・アンシェル一切通ってなくて、うん、そのレディーステディーゴーと、うん、あとあの軽音部のみんなが弾くやつしか知らない。ステイアウェイか、いやいや、ドライバーズハイか、違う、もっとなんかハニーか、違う、え、何それ、なんかすごい神器臭いソロみたいな。失礼だ、申し訳ない、そうじゃなくて、あの虹、なんか仮装みたいな曲なかった、ある、あるよね、うん、そう、あれ、あれしか知らない。そうです、うん、ダウって何ですか？ダウはね、ダウ、ダウって何の略だっけ？ちょ、今ド忘れしちゃった。デスクトップ、いや、DTM はデスクトップミュージックじゃん。まあ、ダウと DTM はほぼ同義なんですけど、うん、ダウって何の略だろう、確かに。ちょっと、まあ、ど忘れちゃったな。あ、デジタルオーディオワークステーションの略ですね。ああ、わかりやすい、うん。デジタルオーディオワークステーションです。うん、つまりは、その、まあ、パソコン上で音楽を作るソフトウェアの総称ですね。うん、DAW でダウと言います。はい、または DTM とも言います。DTM ね。デスクトップミュージックね。はい、です。そう、ダウといえば、そのエイブルトンライブって僕らがね、この前その出演させていただいたイベントでのダウもありますし、うん、プロツールズとかね、ロジックとかキューベースとかね、リーパーとかもあるしね、うん、もういっぱいあるんですよ。まあ、今時ね、ガレージバンドってあのガレージバンド、ね、iPhone に最初から入ってる、うん、最初から入ってないんだっけ？最初から入ってるのか？入ってる。スティーブ・レイシーがね、使ったやつ。とかもね、あったりとかするっていう、そういう音楽制作ソフトですね、うん、ちょっとトイレ行ってもいいですか？お、そう、ここでね、皆さんね、お気づきの方、あのナードトークのコアファンの方にお伝えしたい、今日はトイレが使えるんですね。じゃあ安藤君にちょっとつなぎを頼んで、僕はトイレ行きます。はい、どうぞお願いします。はい、さあ、ということでですね、なんで今日はトイレに行けるのかというとですね、あのいつものですね、あのスペシャル、あの特設エピストロフ特設スタジオだとね、水が止まっててトイレが流れないっていう大問題があるんですけど、今日はなんと引っ越しをして、もう音楽部屋を構えた井上寛さんの自宅の特別スタジオから、この放送をお送りしております。なんでね、今日はトイレにも行けるし、冷蔵庫の中でお酒を冷やして、それをまあちびちび飲みながら、放送をしております。カンさんがトイレに行ってる間に何の話しましょうかね。またちょっといろいろ読んでみますか。じゃあ安藤さん、キリンジのレコーディングの感想はですね、ちょっと前に結構話しちゃったの で、もしよければアーカイブが残るので、アーカイブをまた聞いていただければいいかなと思います。もうなんかクリスマスのウォンクレディオ、カンさんのクリスマスローン楽しかったですということで、やっぱりなんかその辺はね、聞いてみたいですね。ちょっと僕もあのラジコ課金してるんで、聞いてみようかなと思います。ねえ、いや、なんか最近どうなんですかね、12月。僕は結構今結構大変で、まずあの左まぶたがピクピクするんですよ、めちゃくちゃで。ピクピクがもう1週間ぐらいピクピクしてて、寝ても治らないから、
睡眠不足というよりはストレスなのか分かんないんですけど、左目がピクピクすると。であと股関節が痛くて、股関節の関節痛がこう響いて腰も痛いみたいな、そんな状況で、残りの2019年頑張っていきたいというふうに思っているんですけれどもね。お、あ、そっかそっかそっか、水道が止まってるっていう話は、そっか、キングヌーファンにも結構ね、あの馴染み深い話題なんですね。みんな水道止まるんですよ。みんな水道止まります。僕もね、あの突然 Wi-Fi が繋がらなくなってね、あれおかしいなと、ちょっとその唐突に お菓子を開ける音をマイクに入れないでください。うん、うん、おいしい。おいしい。何食べてんの？片揚げポテト。あ、片揚げポテトだね。いいね、ま、あ、いいですね。なんかね、いくつか質問が来ててですね。はいはいはい。何でしょう。来年エピストロフとしてしてみたいことって何かありますかという質問が来ております。あ、エピストロフね。そのウォンクとしてしたいことっていうのはまずあって、その海外のアーティストと一緒にね、曲を作ったりとかを来年はもうバチバチやりたいなっていうのはある、うん、だけどそのエピストロフとしてっていうのは、俺が個人的にエピストロフでやりたいなと思ってることはいくつかあって。何？一個は、うん、その海外のコネクションをこのウォンクでまずこういろいろ広げたら、うん、なんかこうみんなでアジアを盛り上げられないかなっていうのはちょっと一個思ってるところはあるんだよな。なんかその今年1年でそのアジアのいろんなアーティストのね、客演したりとか一緒にライブやったりとか対談したりとかってあって、うんうんうん、そういうのをそのウォンクでよりこう深めていった先に、うん、なんかこうそういう、まあ、ライブフェスなのか、うん、コンピなのか分かんないけど、みんなでこう一丸となってできるやつあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってるところある ね。なんかその最近そのアジアのシーンってかなり大きくなってきてて、うん、ね、いろんな国でいろんなアーティストがいるっていうのは、まあ、皆さんもご存知の通りだと思うんですけど、はい、そういうのがなんかその例えばアメリカだとさ、アメリカとかヨーロッパだともうジャズフェスから巨大フェスまでいろいろあるじゃん、うん、うんうんうん。でアジアももちろんジャズフェスとかあるけど、それってその海外のアーティストを招致したジャズフェスみたいな、はいはいはい、はいっぱいあるけど、うん、なんでもうちょっとこうね、アジア初の音楽を、うん、まずはそこら辺でこう共有し合ってから、うん、逆にヨーロッパとかアメリカとか攻めても面白いのかなと思ったりとかね、うん、最近ちょっと思うところはあったりするんだけど、こんな話は今、うん、エピストロフのメンバーにも話してないし、今初めて話したからまあ言ったところで的なね、うん、まあだけど俺もなんかね、エピストロフナイトを、エピストロフナイトいい思い出なというか悪い思い出というかっていうところがあるじゃないけど、うん、なんだけど、またやりたいね。でしかもその、うん、この間ビームスにさ、うんうん、関西勢とみんな集まってさ、うんうん、やったじゃん。でやっぱりなんかそれをまた全員揃ったやつを、うん、やりたいよね。なんかでしかも東京以外のとこでもやりたい、うん、けどオールのまま行くとかやめて、うん、もうちょっと普通に行きたいね、うんうんうん、そうね、そうそう、それでやりたいね。ねえ、やりたいよね。お、ボールヘッドさん、俺も自作は海外のレベルから出すわ、うん、ごめん。それ多分自作は自分の字じゃなくて次です ね。いやでもいいと思います、うんうん、いいと思います。そのエピストロフってその厳密にこう所属してる人はエピストロフからだ絶対出さなきゃいけないとかそういう感じではなく、うん、ただ一緒に作ったり一緒にやれたタイミングで一緒に出すみたいな感じなので、はいはい、全然そこはね逆にいろいろみんながこうやってきて動いてもらって、またなんか帰ってきてもらえばね、うん、うん、まあ帰ってくるというかね、ウォンクのこともね自由にみんな使ってもいいしね、なんかその、うん、ね、いいコネクションができて
みんなでこう固まってライブやりたいみたいなことがあったら、ウォンクを呼んでもいいし、うん、メルルを呼んでもいいし、うん、呼ばなくてもいいし。そうね。そう。なんか、だから、交流の場としてね、うん、一緒にやってるければいいかなと思ってるので、それはいいと思います。うん、すごい。そう、言い忘れてたんだけど、うん、俺もね、MV 作ったんだわ、そういえば。そうだ。出したじゃん、最近。出したんすよ。低予算 MV。ねえ、やりましたね。制作期間3ヶ月ぐらいかかってんじゃないかな、多分。撮り始めてから。いや、あれも大変でしたよ。そのみんなの家とかね、現場が一緒だったりとかした時に、うんうんうん、おもむろに iPhone で突然ちょっとさ撮ってもいいっつってね、みんなに協力してもらって、ね、皆さん見ました、ケッセルランの MV。 ケッセルランの MV 見た？あれはインスタのストーリーを模してね、こう作ったやつなんだけど、うんうんうん、ね、なんか本当はね、あのカンちゃんが意見出ししてくれたあのニコニコ動画みたいな、コメントね、弾幕をこうダーってこう流すみたいなのとかもね、ね、来たみたいなね、サックス来たみたいなのとか流すとかもよかったんだけど、まあ今回はインスタ、うん、インスタ風ということで ね、ほんとね、アニメはどこ行ったんだお前って、アニメ MV どこ行ったっていう話なんですけど、皆さんケッセルラン聞きました？まずね、ちょっと一回ちょっとここで流しますか、ケッセルランという曲を。あ、じゃあマイクをオフってもらったら俺も堅揚げポスト食べたいんで、ね、ちょっと一回聞きましょうか、ケッセルラン。皆さん、あのケッセルランというメルローのね新作聞いてください。で MV もね、この曲聴いていいと思ったらかっこいいと思うと思うんですよ、うん、みんな、うん、そしたら MV 見てください、はい、あのなんだこれってなると思うんであのちょっとじゃあケッセルラン流してる間に僕らが堅揚げポテトをバリバリ食うっていう時間取ってもいいですか、一緒。はい、お願いします。お願いします。
さあということでお聞きいただいたのはメルローの最新ソングソングケッセルランでした。どうだこの野郎何ねどういうことどうだこの野郎俺テンポいくつか知ってるか知らん196ぐらいあるんじゃないかな。そんな早いの。そう196のドラムンベース生音だよ。すごい。てかまあしゅんくんすごいわね。石岡しゅんがすごいよね、うん、いやしゅんくんがすごいし、うん、まあそうそうメルロはいつもその奏者はいつもすごいんだけどみんな、うん、ことにさあのあれよあのどれよあのゲストのうんああヘスースヘスースヘスースなのかヘスースなのか分かんないけどヘスースモリーナヘスースモリーナねすごいよね。ねあれカメラ目線で弾くんだからすごいよ。でちなみにその MV の補足をしようと思うんだけど、はいはいはい、基本的に、まあ、MV っていうのはさ、まあ、大前提としてさ、うん、こう当て振りっていうものがあるじゃないですか、うんうんうん、これも もはや知らない人の方が少ないと思うから言うけど、うん、ウォンクのシグナルだって、うん、演奏はしてないじゃんあの場で、うん、してないよ。 CD の音源に合わせて演奏してるだけじゃん、はい、うん、なんだけどヘススは、うん、あれが録音テイクだからね。それがすごいよね。そうだカメラ回して、うんうんうん、時々カメラ目線しながらあのクオリティのソロを弾いて本番テイクを撮ってね送ってきたっていうね。いや知らんよ、バッチリ指がシンクしてるのかもしれないけど、まあ、そういう意味ではだから若干のこうライブ感はあるじゃんすごい、うんうんうん、なんかすごい編集してさ自分の気に食わないところ全部直してやったっていうよりかは、うん、結構一発撮りっていうかこのグワーってこう勢いで弾いた感じの、うん、そういう良さもあり、うん、エネルギーあり、うん、で動画の方はねあの彼のこう彼はだからもともとインスタでさバズった、うん、日本でバズったきっかけはこっちみんなっていうのでバズってたからめっちゃうまいんだけどこっちみんなみたいなコメントでバズってた彼らしくね、うん、しっかりこうねカメラ目線もしていただきまして、いや素晴らしい、はい、ちょっとビール開けます。はい、はい、ねえそういう感じでございますね。そうそうそう、いやだけどねどうすかねこのサウンドはね、うん、いいと思うけどね、かっこいいと思う。てかっこいいよね、かっこいいかっこいい、あのうん、なんだろうね、なんかやっぱ最近思うのが、うん、あの音楽の聞かれ方って、うん、よりさ、なんだろう、BGM 化してるというかさ、はいはいはい、あのなんていうの、はいはいはい、その楽しい時は楽しい曲、うん、悲しい時は悲しい曲とかさ、まあ、こう出勤時に応援ソングを聴きたいみたいなね、そう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 、そういう聞かれ方最近すごいよくしてると思うんだけど、はいはいはい、ゲームする時は BGM みたいな、うん、その勉強する時は集中できるやつとかさ、はいはいはい、うん、だけどなんだろう、そういう曲じゃないんだよね、ケッセルランは。まあ、そうだね。そう。まあ、ケッセルランもそうだけど、ウォンクのシグナルもそうなんですよ。うん、そういう曲じゃないし、うん、そうじゃない聴き方があってもいいと思うんだよね、俺は。あってもいいというか。逆にね、うん、そなんていうか、対音楽と対こう、うん、なんか個でぶつかり合ったときに、うん、そういう強度のある音楽ってね、結構減ってると思うんだよね、俺。うん、なんか街を歩いてるときにこれ聞いてるとなんかすごい私おしゃれみたいなのとか、うん、なんかちょっと強くなった気持ちになるみたいなのあるんだけど、うんうんうん、それをまあだからそれは時代錯誤なのかもしれないけど、うん、オーディオルームとかで1対1でこの曲を聴いたときに何が得れるかみたいなのってもうやっぱり今作り手も考えなくなってきてるんじゃないかなって思うんだよね。そうだね、うん、そうそう、作り手もやっぱりどういうシチュエーションで聴いてほしいかとか、うん、そういうのを割とこの意識して作るっていうのは割と最近の流行りなんだと思うんだよね、うん、なんだけどメルローはまあそういう曲じゃないというか、ケッセルランはことにそういう曲じゃないし、うん、ウォンクも、まあ、シグナルに関してはそういう曲じゃないし、うん、ただ別にそういう曲じゃない曲が流行らなくなったからといって、うん、
なんだろう、作るのをやめれちゃいけないなと僕は思うんですよね、うん、そのみんながこう音楽と向き合う時間をしっかりとって聴いて何かを得る曲っていうのはね、いつの時代もあっていいと思うから、うん、とりあえずケッセルラン聴きながら自転車漕ぎすぎないように気をつけてください。こんなペースで漕げないっすよ。、ね、危ないからね。そうそうそう、いやいやいや、まあそんなこんなね、そう、この曲もそうだね、この曲のリリースも12月だったもんね、12月6日だったよ、うん、6日だっけ、違うか、3日か4日かなんだっけ、あの旬のね、アンサートゥーリメンバーと同じ日でね、うんうんうん、そうだそうだ、そのさっきの海賊の宴の時だ、ああミレッパの、そう、その時に12時になって2人でイエーイ乾杯とかってしてたわ。いいね、そう、リリースの時間っていいよね、いいよね。いや、メルローもまだまだ新曲たくさん控えてるのでね、うん、楽しみ、シングルリリース来年もいろいろやってください。はい、お願いしますという感じでやってきましたが、はいはい、あの、まあ、大忘年会スペシャルということで、うん、ウォンクのメンバーに電話してみようかな。ああ、面白い、それゲスト出演ということで、それ面白いじゃん。ちょっと点突してみますわ、うん、じゃあその間にね、ちょっと質問に答えようと思うんですけど、あ、そう、ちなみにフランベはね、僕のだから、あの MV は、あのカメラ、監督、演出が全部僕です。で、編集が綾武という、で、出演演奏者の皆さんっていう低予算 MV になっております。もうカメラを止める中、ケッセルランの MV かぐらいの感じですね。で、そして、ケッセルランの意味は何ですか。ケッセルランっていうのは、まあ、スターウォーズ用語なんですけど、スターウォーズの、ハンソロの乗ってるミレニアムファルコンっていう、こう宇宙でもう最も速いと言われている、お、出た、あ、ちょっと待って、電話が繋がったようです。ちょっとナードトークに一瞬出てもらっていい？スピーカーフォンで出るの？どうなる？ちょっと大丈夫？音質。あ、じゃあコンデンサーも行くで。はい、あなたは誰？キーボードの江崎です。ちょっと、こんばんは。ちょっと待って、これはちょっと一回ね、波形を見た方がいいね。いや、ちゃんと出てるよ。皆さん聞こえてますか？ちょっとあいたけもう一回喋ってみて。もしもーし。あ、音量いい感じですね。はい、ということで、ゲストに、今、ただいま論文執筆中の綾武くんが電話に出てくれました。イエーイ、どうも、いや、なんだろうな、1時間ぐらい聞いてたんですけど、うん、はいはい、なんか集中できなすぎて話が面白すぎて、そう、今すごいアンビエント聞いてました。いや、そう、年末のまあ、はい、大忘年会ということで、はい、なんか綾武の今年の話を1個してください。今年を象徴する、今年の感想、今年を象徴する出来事か感想、うん、今年の感想か、まあでも、まあ、ウォンクはいろいろやりましたが、やっぱ個人的にはやっぱ白日はでかかったですね、今年は。ああ、出た。白日、はい、今年あと何回演奏されるんですか？それはちょっとまだね。言えないのか。そうそう、内密なやつなんですけど。ああ、そっかそっかそっか。だけど、うん、ですね、だって1月、やってか、そうだ、正月明けというか、正月早々僕インフルエンザにかかって、うん、で、その時ちょうど白日のデモを作ってて、うん、で、まあ、それが終わって東京に戻った日にレコーディングをして、はいはいはい、で、なんだろう、あれよあれよと、ああいう感じになってますからね、今。ねえ、すごいよね。まさか、なんかね、YouTube で自分の弾いた曲が1億回も聴かれることになるとは思わなかったですよね。いやー、すごい、1億回か。うん、すごいですね、本当。すごいね。
みんな1億回も曲聴いてるんだね。世間の人。一人の人じゃないからね。そんな1億回も曲聴いてるんだ、人って。すごいわ。いやね、すごいことですよね。うん、なんか、まあ、それは一番個人的には印象深かった話だなっていう。うんうんうん、まあでも、なんでしょうね。なんか今年は平穏無事な1年でしたね。ああ、そうなんだ。よかったよかった。うん。まあ今ね、だんだんこう、無事じゃなくなってきてるんですけどね。論文の締め切りが迫っていて、いやー、2020年はパッと明るくやりたいですね。いいですね。はい、くれぐれも留年しないようにお気をつけて。本当にそうなんですよ、バンド活動に影響がね。そう来年はもっと忙しくなると良いですから、うん、そうだね、バンドでね、バンドでね、論文じゃなくて。間違いないですね。いや、いいですね。あれっていうか、あのスターウォーズ行くんですか？スターウォーズ明日のレイトショーで行くよ。あ、明日のレイトショーですね、今日。うん、なんか6時半からやつでしょ、あの世界最速みたいなやつ。最速をやってるんですね。いや、なんかこう電車の中でジェダイとかを見かけたので。それ多分ね、あのみんなで、ね、六本木帰りだな。あ、なるほどね、うん、そうかそうか。いや、安藤さん、ナードトークの後にでも見に行くのかなと。いや、てかむしろね、今日ね、公開直前スペシャル徹底討論、スターウォーズありかなしかっていうのをやろうかなと思ってたんだけど、あ、いいですね、ちょっとね、あのね、勝てる気がしないんだよね。いや、そう、あのスターウォーズに関しては俺は、うん、まあ割とほぼ見てて、うん、あんまり好きくないんですよ、見た上での否定派で。でカンちゃんに言われる、うん、なんかこれはどうなんだよって言われたことって、はい、いや、それはそうなんだよねとしか言いようがないわけよ。あ、そうですね。でも、ね、スターウォーズはロマンなんだよとしか言いようがないから、だから勝ち目がないからやめたんだよ。スターウォーズファンってそういうね、気持ちで押し切ってくるやつ多いからね。そうそうそう、議論ではないんだよね、うん、愛を語るんだったらあるけど。そうそうそうね、そうね、うん、そうね、まあ愛を語る方が、まあでも結果みんな幸せかもしれないですよ。そうそうそう、うん、いやー、なんか引きこもってずっと物を書いてると人と話す喜びみたいなのがすごいですね。大丈夫か。いやー、まあ、とりあえず頑張ります。頑張ってください。あのリスナーの皆さんから最後に大変たくさんの、質問をいただいております、あやたけさんに。はい、はい、今日の晩ご飯は何ですか？今日はさっきとんかつ食べてきました。イエーイ。食べてます。はい、とんかつ食べてます。すごいな。それとんかつ食べてますかみたいなね、質問がめちゃくちゃ来てたんだよね。あ、すごい、今日ねとんかつ食べたんですよ。食べてます。そう、いや、やっぱ頑張るときはねとんかつ食べないと、とんかつでね留年に勝つということで。はい、はい、目標設定が低いですね、めちゃくちゃ。はい、じゃあ論文をね、はい、っていうか安藤さん、ひょっとしてもう良いお年をかもしれないですね。ああ、そうかもしれないね。ねえ、いや、まあもし、うん、年末までに会えるタイミングが合えばね。え、はい、あれウォンクでは会うの？またウォンクでももうね良いお年を。ウォンクは良いお年をなんですよ、今年は。あ、てかさ、26日にあの忘年会、クソ忘年会やるっていう話はどうなんですか？そうそう、まあ無理か、ね、まあ、一番詰め込み時の時か今。そうなんです、31日が締め切りなので。じゃあちょっとすっきりしたあやたけにまた来年会いましょう。あ、そうですね、うん、はい、そうしましょう。はい、はい、ということで、はい、ゲストはウォンクからあやたけくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。めちゃくちゃ LINE 切ろうとしてた。別の人物にもかけてみるか、つないで、というわけでですね、いや、あやたけくんはやっぱり今日もとんかつを食べていた。皆さんどうですか？これがね、これですよ、やっぱ男に嘘はないね、やっぱりかっこいい男ですね、素晴らしい、そういうのとんかつだやったーって言ったの初めてだ、人生で。
はい、ということで皆さんからも温かい綾武くんの論文執筆頑張ってくださいとか論文頑張ってくださいとかみんなね、いろんなコメントありがとうございます。ただいま井上くんが他の人にも電話かけてますけど出なかった。誰にかけた？ケントは出ないね。ケント出ない。ケントは 何やってたのね。さあ他にもかけてみましょうか。さあどうですかね。電話突然コーナーですけれどもね。これは出ないかな。一人出る人知ってるわ。誰？ボールヘッドさん。ボールヘッドさんここでやり取りしてるからチャットでちゃんと。あと面白い。いやでもフェンネルは？フェンネル。フェンネルさん出るんじゃないかな。あーダメだ出ないね。出ないか。いやバヤタケだけだね俺たちのことを気にかけてくれてるのは。そう ね文句の人は出ないね他のね。うん、あと誰がいる？エピストロフ。ああなんかちょっと折り返しのね折り返してって言っとくっていうのも大事ですね。うんうん、ということでですね、今エピストロフのメンバーに突然の電話をかけて今年の総括を聞こうというなんとも酔っ払いが飲み会でやりそうなコーナーをですねやっております。いやちょっとね酔っ払ってきましたね。本当にちょっと酔っ払ってきましたよ。皆さんはどうですか？年の瀬忘年会とかやっぱりあるんですかね。あ長塚さんのスーツケース問題ね。そう俺がねちょっとね言い方が悪くてインスタのストーリー上でですね、ケントが福岡市内で突然スーツケースをなくしたっていう言い方をしてしまったんですけど、あれはまあでもケントがまあ酔っ払ってぐちゃぐちゃになったんですよ。酔っ払ってぐちゃぐちゃになってる間に俺が二次会とかまあ三次会の会場までケントのスーツケースを運んであげたのね。でケントもそれも覚えてなくて、であれスーツケースがないって突然その酔いが覚めた時に我に返ってパニックになって、安藤君にしちゃえば安藤君俺のスーツケース知らないみたいな風に聞いてきて、で俺がそのあ持ってったよって言って、でおちょっとまた電話が今大丈夫。一瞬謎トーク出てもらってもいい？あ、誰だ？この笑い声は誰だ？いい声だっけ？じゃあ、今つなぎますね。はいはい。さあ、皆さんお待ちかね。あ、皆さんお待ちかね。自己紹介してください。はい、自己紹介お願いします。どうも、ウォンクの中塚でーす。はい、来ましたはい、皆さんお待ちかね。ケント長塚でございます。ケント長塚です。やば。普通にねマイクに向けてスピーカーを当ててるだけっていうスピーカーフォンで、ああそんな感じなんですね。うん、そうそう、でも意外と聞こえるらしくて、さっきね綾竹が出てくれたんだよね。はい、はい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 。なるほど。今何してたんですか？今はめちゃくちゃ料理してましためっちゃ手を張ってためちゃくちゃ料理してた。あ、じゃあ今日のそのタイトル教えて。長いタイトル。え、料理のタイトルですか？うん、料理のタイトルは、山形牛ランプのポワレ、はい、自分用？違う。ああ、それ試作で作ってて。あ、なるほどね。そうそう。え、それはポワレには何のジュレも かからないんですか？ジュレはかからないですポワレって何？ポワレってソテーとかとは違うの？あ、そうそう、一緒です。一緒。要するに焼いたってことね。山形牛焼きね。そう、焼いたやつです。ああ、なるほど。いや、ケントさんはね、なんか昨日もね、地下でね、料理、俺行けなかったけど、料理会をやられててね。やってました。ねえ。また次回ぜひ来てください。ね、次回こそ行きたい。なんかもう、2、3回行きたいなと思ってるのになかなか行けないから、タイミングで。そうそう、確かに。なんかケント疲れてる今。ん？声がね、ちょっと酒焼けかな、これ。酒焼け？ガラガラっとしてるよね、声が。あ、なんか
てかね、なんか花粉症のせいなのか分かんないんだけど、なんか普通に喉痛いんじゃない今。花粉飛んでる今。酒飲んでないから、全然。だから酒だけじゃないんだけど、うん。なるほどね。真冬の花粉症だ。そう、なんかあんまり消臭よろしくないっす今。あ、じゃあそんなケントにも、うん、あの、はい、今年の、はい、今年を象徴する総括を一言ください。一言っていうかエピソードでもいいし、総括でもいいし、総括でもいいし、うん、2019年、今年を締める何か感想をください。今年を締める感想、はい、うん、今年はどういう年だったか。あ、なるほどね。ガラッガラやな声。いや本当に今すげえ喉痛くて、なんだろうね。あ、今年は、うん、もうウォンク始めて6年目だったんですけど、結構個人的に、うん、新しいことにいろいろ挑戦しなきゃいけないタイミングが、ドラムですか。そうなんですけど、いや、まあ、鍵盤弾いたのもそうだし、うん、ドラムもそうだけど、なんか普通に個人の仕事で、なんだろう、まあ、化粧品の会社と、ああやってたね、で化粧したりとか、なんか自分が今までやってこなかったことをなんかこうやる機会がすごくなんかいろいろ多かったなっていうふうに思って、はいはい、そう、なんか今までのなんかウォンクだけの仕事っていうか、今までの感じよりなんかちょっと飛び出したなっていうのがいくつかちょっとあったので。ジャンプの裏表紙もすごいよな。あ、ジャンプの裏表紙やばかったね。あれやばいっすよね。だってしかもジャンプ毎週買ってる人じゃん。そう、俺本当に嬉しかったっすよあれ。何冊買ったの？いや、あれ1冊買ったんですけど。1冊だけなの？そうですけど、でもあの後、もう一回ジャンプ乗れて、うん、しかもその後、ヤンジャンも乗れたっていうのがちょっとやば。ヤンジャンはやっぱ、ヤンジャンはやっぱグラビアで乗ったの？水着でね。関東グラビアに乗った。関東グラビアね。水着だけで頭にジェル塗ってね。そうかそうか。いやでもじゃあ結構ジャンプと、ジャンプ系列とかとは、今年はいろいろあったと。まあそれもそうですね。うん、いやすごいよね。そうそう、そんな感じですかね。だから、まあ引き続き来年もね、なんか自分だけの考えとか、なんていうか、うん、こんなのもやってみたらいいんじゃないみたいなものをどんどんやってみたいなと思いますけどね。うん、いいですね、うん。確かに。まあね、フロントマンらしくいろいろね。うん、いろんなところに出て行ってもらって、はい、ね、え、とりあえず今喉をいたわってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。いや、この間も相当飲んでましたからね、福岡でね。ケント福岡で飲みすぎなんだよ。いや、福岡だって美味しいんだもん、酒とか飯とかさ。まあね、わからんでもないけどねえ、うん、まあ、ただ酔っ払いましたねこの間ね。この間酔っ払ったね、本当に酔っ払った。俺、いや今日さ、ツイッターに書いたんだけどさ、はい、見た、俺とケントのサインのさ、うん、昼と夜の差みたいなやつ。何それ、ちょっと待って、今見る。いや、すごいんだよ。てか、まあ、ケントの差はそう大したことないんだけど、俺のメルローって書いてあるのが、なんだっけ、うん、君の知らない花だっけ、なんだっけ、1軒目のさ、こうちゃんの1軒目の店のあの緑色の壁に書いたじゃん。うん、あの時の書き方と、こうちゃんで書いたのがもう、なんて書いてあるか分かんないみたいな、もうぐちゃぐちゃで。これやばすぎるじゃん。アントン君きったなこれ。もうなんかね、サインっていうか、もうなんか落書きみたいになってるからね、本当に。酔っ払いも大概にせえよ。あー、これ書いたのめっちゃ覚えてますわ。俺覚えてないもん。嘘でしょ。俺てか、むしろ俺写真なんかカメラロール見て、あー、そっか、常田のサイン取ったんだと思って、うん、後からもう一回見返して、あ、俺書いてんじゃん下にと思って。知らなかったみたいな。全く覚えてなかったね。あー、面白かったっすねこれ。 ね、まあ、またちょっと遊びましょう。はい、ぜひぜひ。じゃあ2019年もお疲れ様でした。あー、お疲れ様でした。おそらく良いお年をですね。あー、そうっすね。では、はい、良いお年を。はい、良いお年を。ケントでした。はい、ありがとう。はい。
はい、ということで、ま、長塚健と新田光出ないな、かたくなに聞いてて避けてんじゃない。ちょっと待ってね、ちょっとねコメントがね、ケント来たーが多すぎてね、ちょっとコメントをちょっと遡らないといけないね。今いいですか。お、どうした、次は誰だ。では、ナードトークに出てもらいますね。お願いします。はい、いいよ、はい、じゃあ行きます。さあ最後のゲスト、最後かどうかがね、あなたは誰。はい、どうも、あなたとオチでした。オチくん何してんの今ね。チャラ現場終わったんすよ。あー、ライブ終わりっす。あー、なるほど。ライブ、え、台湾今。うん、東京。あ、東京か。月見る。あ、月見るか。そうそうそう、なるほどね。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。今ナードトークでエピストロフメンバーにこう突然電話をかけて今年の総括を聞いてるんですけど。はい、ちょっと新田さんにも聞いてもいいですか。あ、どうぞ。じゃあ今年2019年どんな年でした。印象に残ったこととかあれば。なんですか。いや、印象に残ったこととか、その2019年の総括とかをちょっと手短に教えていただけたら。あ、でもこのメンバーで言ったらやっぱ椿ツアーですよね。ああ、椿ツアーね。椿ツアー、まあいや、それはもうあの過去にね、今もうね11月の話をするだけでもう手一杯だから今。あ、そうそうですね。やっぱ椿ツアー楽しかったですよね。いや、楽しかったね。うん、楽屋でなんだっけ、テラスハウスの話してましたね。男梅サワー飲みながらね。そう、みんなで男梅サワー飲みながらね。ぐらいです。え、そんなもんすか。そんなもん、なんかあったっけな。なんかエピソードじゃなくて、まあ、エピソードじゃなくてこうね、もうちょっとエモーションを教えてください。今年のエモ話を。今年のエモ話、うん、ないっす。じゃあ来年はどうする。来年ね、ライブしたいなと思いますわ、僕は。ああ、新たバンド。あ、そう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 。いや、楽しみ。それをね、頑張りたいなと思いますね、来年は。ドラムは長塚健人で。ああ、そう、いや、絶対に嫌です。もう絶対嫌です。絶対、もう二度とごめんだと。うん、もう二度とごめんですね。でもなんか、世間では、健人もドラム叩けるんだってなってるよ。うん、なってる。うん。いや、節穴っす、それは。いやいやいや、冷静に聞いてみてください。冷静にね、冷静に思い出した方がいいってね。全然ダメです。でちなみにオチ君は昨日オーイーストお疲れ。ちょっと待って。はい、もしもーし。もしもーし。はい、オチザファンク、オチザファンク from クラックラックス。昨日お疲れ、めっちゃなんかすごそうだったね。見に行けなかったけど頑張った。なんかこう、オチ君のコーラスの評判がめっちゃいいじゃん、なんか。それ嬉しいよね。あざっす、ありがとう言ってる。誕生日おめでとう。あ、ありがとう、ありがとう。祝わないと。ねえ、てかオチ君、家が近いねという話をした割にまだ一回も飯に行けてないっていう。いや、ほんとだよ。ちょっと。メルローちょっと忙しいからよ。いや、オチ君も忙しいでしょ。いや、でも本当にこれなんかちょっとね、ラジオということを忘れかけている。あの一応そのベーシスト、もう日本を代表する最強のベーシスト、オチザファンク君にも今年の総括をしてほしくて。あ、じゃあ今年はどんな年でした。今年は、はい、今年はなんか単純にこう仲のいい友達が増えたなって思う。ああ、幸せだ。だかな。うん。いやー、嬉しい。その一人に入ってれたら嬉しいな。いや、新マブダチでしょ。いやー、嬉しい。ちょっと本当に、なんとか飯行こうね。マジで。いやね。ね、お互い忙しいけど。
ラーメン食べに行こう、うん、ラーメンなんだ。まず牽制せずにちゃんと今何してるってメールするわ。いや俺もそうミュージシャン同士割とね SNS とかでこう確認してメールしないから、うん、なんかそのなんか現場あるんだみたいな。そうなんかいやなんかいや多分まあ金曜だしなとかするじゃん、やっぱり忖度するじゃん。ちょっとそういうのをやめてね、メールして飯食いに行きましょう。行こう。はい、行きましょう。とか言ってる間にもしかしたらチャラさんが出てくるかな。出てこないです。あ、チャラさんですか。え、あ、チャラさん。あ、何ですか。全然似てないよ。じゃあちょっとあの、はい、ちょっと放送コードに引っかかりそうなので、今日はお疲れ様でした。はい、お疲れです。はい、さよなら。はい、お疲れ。はい、バイバイ。良いお年を。はい、良いお年を。はい。ということで、新田光、落ち座ファンク、チャラという豪華な3名が。チャラさんいた？チャラさんいたね。今いた？チャラさんいたよね、今いたよ。お気づきいただけただろうか、みたいな。感じで言いましたね。ちょっともう一人、もう一人かける、つないで。はい、つなぎます。ということで、まあ今のところウォンクの、カンちゃん以外の3人からはコメントいただけたということでですね、どうですか、ちょっとビール疲れが来てますね今私は。まあ出ない人は出ないですよね。でもすごいですね、オチ君が出たっていうのはすごいことですよ。ちょっと、で、ちなみにね、あの、ボールヘッドさんはね、電話はしてないけどね、ポワレにもしっかり反応してますね。そして、ケントが風邪じゃないといいけどね、っていう話ね。ね、ちょっと声ガラガラでしたね。まあでもね、飲んでない飲んでないと言いつつ、どうせ酒焼けだと思いますよ、あいつは。あ、お疲れ様です。井上です。お、誰だ、誰だ。今、お時間よろしいですか？また電話がかかった。え、なんで？お？え、あの、謎トークに出てもらってもいいですか？あ、いいですか？お、また電話がかかったようですね。はい、あ、もうずっと今喋ってて、おや、ケントと新田とあやたけに今出てもらったので、次はもう、コリアンダーかのって。あ、出た。いいですか？もしや。ではお願いします。ちょっと待ってね、ちょっと待って、まだちょっと、あれ俺ん、どうなってるこれ、あやべ、来ちゃった。林くんからでも来てて、来ちゃってるじゃん。では行きます。さあ、何を喋ったらいいのこれ。こんばんは。あー、どうもどうも。自己紹介お願いします。はい、フェネルコリアンダーです。はい、ということで、フェネルコリアンダーさんも電話に出てくれました。ありがとうございます。どうもどうも。ね、僕に携帯を託して、うん、井上はトイレに行きましたね。あー、オッケー。うん、そういうコーナーで。この間だったとこやからね。いや、そうですね、この間あの、うん、第一山本のツアーで東京いらしてて、ありがとうございました。いやいや、素晴らしいライブでした。あれに来てくれてたエピストロフファンたちはいんのかな。ねえ、いるんすかね、どうなんすかね。なんかでもやっぱりヒップホップのコアファンもやっぱり少なからずいるとは思うんで、うん、その辺またちょっとこの後、今僕これ持ってるとあの携帯見れないんですけど、あ、なるほどなるほど。あの、拾えたら拾いたいなと思ってるんですけどね。あ、じゃあ俺こっちで開いてみよう。そうで、とりあえず今ですね、皆さんに2019年の、うんうん、今日は大忘年会スペシャルと銘打ってまして、はいはいはい、はい、あの何の、その構成台本もなく、うん、あの酒飲みながらただ単に電話してで、あの電話っていうか、あの放送してて喋、はい、ることがなくなったからちょっと巻き込んでいこうということで、うん、もう本当に居酒屋から友達に電話してるぐらいのノリで電話をしてるんですけど、2019年どうでした、コリアンダーさんは。2019年はまあ、2019年に限らずやねんけど、2016年ぐらいから、はいはい、いつも年末は、はい、去年より良かったなと思えてるのが続いてて、あ、
2019も例に漏れず2018より2019の方が良かったなっていうのがすごいあって、それはまあビームスでエピストロフでイベントできたりとか、まあ今年の後半は結構大地とこう動いてることがあったりとかしたんやけど、でまあテーブルビーツもねエピストロフセッションの一環としてやったりとかっていうので、結構これはこれで個人的には充実してたなと思っとるわけですわ。はい、うん、なるほどなるほど、ね、ぜひね来年以降はやっぱりエピストロフナイトね関西にもまた持ってきたいですね。そうそう、それをマジでやりたくって一回もやったことなくって、はい、うん、いや、やりたいですね。来年やりましょう、てか全員集合で。いやマジでね、今年はそのねビームスのやつでみんなに来てもらったんですけど、うん、あれみたいなやつをね、その皆さんが住んでるところでやりたいですよね。ああ確かに、エピストロフ、まあ、ツアーみたいなのができると。そうそうそう、うん、やっぱりそのエピストロフはあのみんながみんなそのレーベルスタッフっていうレーベルスタッフはいなくてね、みんながみんなそのアーティストでやってるから、うん、そのそういうのはいろいろ大変なんですけど、でもだからこそね、みんながみんなこう声かけ合ってね、そういうところに集まるってやるのはすごい意味あることだと思うんで、うん、でもまあなんか各自が動いてる部分もあって、うんうんうん、あの各地にその俺らのやりたいことに賛同してくれる人たちが結構いるなっていうのもなんかここ 1,2 年で分かったところがあるんで、うん、その辺をこうなんか2020年はこういい形で爆発させたいなっていうのは個人的にはあります、うん、いいですね、うん、なんでウォンクのこともぜひ使ってください。ウォンクもメルローも、なんてなんて、いやウォンクもメルローも、うん、なんかむしろ別にエピストロフっていう枠組みを取っ払ってでもなんかイベントで一緒にやったりとか呼んでくれたりとかしても全然いいぜっていう話ですよね。そうです。あ、なるほど、なんかそれやったけどもうウォンク何回か断られてるからもういいかなってもういいかなって、あウォンク呼ぶのやめようと思って別にウォンクじゃなくても新たでもね、あやたけでも俺でも確かにこの間なんか3人でやってたもんね。そうそうそう、なんかこの前みたいな そのスペシャルセットみたいなのってすごい楽しいから、うん、あ確かに確かに、ああいうのだったら全然軽く足軽的な動きできるんで確かにね、うん、でそれこそね安藤くんとかもマルチでできるからビートとね、うん、安藤くんと俺とか、俺1月にね1月末に、うんうん、どこダーマくんと、うん、石若俊ってドラムの、はいはい分かるよ、と3人でねセッションみたいなのやるんだよね。あそれはどこでやんの。神戸、神戸という 1月の31、うん、神戸フラットファイブと、これ今ね電話しながら公共の電波で告知をしてるけどなるほどなるほど、そういうのももしよかったら遊び来てもらったらまたなんか面白いの見えるかも。確かに確かに、そうやな、なんかそういうのもやっていきたいな、うん、なんか前かんちゃんと新とやったんも、まあ、うんうん、めっちゃ面白かったしね、やっぱビートライブもなんか一人だけじゃなくてなんかねいろいろやれたら面白いですよね。うんうんうん確かに、いやむしろテーブルビーツにあの奏者も呼んでください。あ確かにね、テーブルビーツかける俺とか呼んだらもうずっとね上で、うん、吹けるからね、ずっと吹かれても嫌やけどもうええわでもまあそういうのもまあだから結局のところエピストロフ的にまだまだ可能性はたくさんあるので、それを2020年2021年はやっていけたらと、はいやりましょう思ってます。じゃあ最後に餃子のやつの告知お願いします。餃子のやつの告知ちょっとよくわからないんだけど、え餃子のなんかあれ、あそれな、ごめんごめん、今週12月の22日にさっき言ってたテーブルビーツのボリューム7があって、京都のジャジースポットさんでいつもやらせてもらってるんですけども、それに合わせてテーブルビーツのメンバーで、コンピレーションを作りまして、それをその当日のみリミテッド30枚限定で販売します。
フェンネル、コリアンダー、ボールヘッド、ダーマ、ダイロシンク、ジョニー、クロキ、ラック、そしてジョタツっていう7人のビートメーカーが2曲ずつ、まだどこにも収録してないビートを入れてるので、で、CD 出した後バンドキャンプ出そうやって言ったら、謎に、それはいいでしょうみたいな感じになったんで、まあ、30枚しかないんであもうじゃあもう30人しか聞けない、30人しか聞けない、あそう、じゃあそれはもう本当に行った人だけの楽しみですね。そうなんですよ、もうだから来てください。でその日は、いつもの今言ったレギュラーメンバーに加えて、ちょっと全国からビートメーカー出演してくれる人いませんかって言って11月末ぐらいから募集して、はいはいはい、いつもの6人プラス、結構いろんなとこから8名ぐらいビートメーカー来てくれるんで、すごい、まあ、ビートメーカー忘年会みたいな感じで、いいですね、16時からかな、22日16時からジャジースポート京都さんで、京都いいところにありますからね、ジャジースポート京都も、いいところにあるんですよ、祇園の、ねえ、いやぜひ行ってほしい、なんかね、ゆかりがなくても一回ちょっと遊びに行ってほしいところですよね。うんうん、すごいいいとこやし、で、まあ最悪、まあみんな来てくれると思うんですけど、最悪来れへん人は一応エピストロフセッションのチャンネルから、はい、ライブストリーミングもまた同じように、いつもと同じようにしますので、そうそう、このナードトークと同じようにライブが、そうそう、ライブ配信があるということで、うん、はい、そちらでチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございます。はいはい、ということで、はい、はい、じゃあ電話ゲスト4人目かな、はい、は、フェンネルコリアンダーさんでした。ありがとうございました。良いお年を。お疲れ様です。はい、はい、はい、ということでフェンネルコリアンダーさんが出てくれました。その間にもね、林くんからねめちゃくちゃ電話かかってきてる。いや、あのね、林くんはね、うん、まあ、俺が電話したから折り返してくれてるんだけど、うん、あの俺が一個ね納品をぶちってるやつがあるんだよね仕事でね、あ、それも気になってるだろうし、うん、ちょっと電話してみますね。いや、ちょっとつないで、え、てかなんか飲み物のもうあるかな、なんか作っていいかって、ね、あ、いいよ。はい、じゃあ頼んだ。ちょっと今あのウォンクのマネージャーのモスグリーンに電話してみてるんですけど、なかなかこのタイミングが噛み合わないということでね、あの電話しては出ないよ、このお互い繰り返してる感じですね。ゲストはゆるすぎさん、すごいね。ゆるすぎさん何回も見たことありますけど、かっこいいですよね。テーブルビーツね。いや、でもこのビートメーカー勢はね、このエピソードの中でもこういろいろテーブルビーツはじめねやってくれるんで、すごいいいですよね。本当はね、バンド勢ももっとやりたいんですけど、そういうのなかなか今年は、まあ、数はできなかったけどね。そう、だからもっと本当はやっていきたいですよね、そういうの。林くんとは噛み合わないな、なかなか。どうしようかな、次。ちょっとじゃあ安藤くんが戻ってくるまでコメントを読みますね。よっ。あ、BGM も切れちゃった。BGM も切れちゃうとどうしようもねえな。どうした、どうした。BGM が、いや、あ、なかなか噛み合わずで、林くんは。BGM も切れちゃったんで。さっき3回ぐらいかけ直してたんだけどね。あ、そうなの？そう。ベシャさんとフェンネル、コリアンダーと喋ってる間に。ウォンクをまたかけようかな、はいはいはい、じゃあ。よいしょ。何の話が出てるかな。お、コリアンダーさんも、コリアンダーさんって言われてますね、皆さんに。うん。皆さん知っていただいて。翔さんとかかけてみる？あ、翔さんね。いきますか。一人で寂しそうしてる、きっと。そうですね。ねえ。そうか。まだ、その、楽器人がいたか。そう。いや、でも忙しいからね。皆さん売れっ子ですから、
でしょ。さあ、よ、あ、すごいね。コリアンダー新田寛さんのトリオ見た人がいるわ。見た人が。お疲れ様です。今いいですか、お時間。そう、あの一瞬電話がつながっております。ラジオに出てもらってもいいですか今。さあさあさあ、電話がつながっておりますよ。安藤くんと今やってるんですけど。あ、ナードトークだよ。そう、あのちょっとスピーカーフォンで。はい、待ちます。みんな忙しいですね。あ、そうなんですね。うん、ダメ、待ちます。さあ、そうです、そうです、ちょっと待ってくださいっていうことですね。さあ、それです。いろいろなゲストの方が今スピーカーフォンにして出てもらってもいいですか。じゃあこっちでつなぎますね。では、電話に出ていただいた、ウォンクでね、ギターのサポートをいつもねやっていただいたり、メルローでもギターを弾いていたりとかね、まあ、メルローとニコイチのね、そうです、やってもらっている小川翔さん、ギタリストです。お願いします。こんばんは、はい、こんばんは。これここで俺聞いてたらやばいのかな、部屋の中で。この聞いてたら多分なんだろうね、ハウんなきゃいいけどね。なんか全然時間差あるね。いや、時間差はあるよ。そりゃ、ね、YouTube だから、ネットだから。じゃあ、消しました、今。はい。はい。あら、聞いてらした。え？聞いてらしたんですか、今まで。いや、今帰ってきて、ちょうどパソコン開いたぞ。ああ、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。いや、今のところね、綾竹、うん。長塚、うん。で、新田、うん。オチくん、うん、でちょっと定かではないけどチャラさん。チャラさん出たの？なんかチャラさん出たって書いてあるよ、なんかコメント。いやでもね、チャラさんの声ではなかったけど、チャラさん新たに電話かけたらチャラさんっぽい人も出てくれたんだよね。それ新ただ。それ新ただ。全然状況が分かんないんだけど、うん、いや、うん、ちょっとまあなんか声真似的なのが挟まったりとかね。ああそうなんだ、盛り上がったんだね。まあまあそんなで、あとフェンネルコリアンダーさんも出ていただいて、はいはい、でちょっとこうね、楽器セクションに来たわけですよ今。あ、そうなんですね。なのでもう一度こうしっかりとあの自己紹介お願いします。あ、そうです、ギター弾いてます。はい、ギターの翔さんです、はい。みんなに聞いてるんですけど、2019年がどんな年だったかっていう話を、まあなんか印象に残ったエピソードでもいいし総括でもいいし聞いてるんですよ今。どんな年だったか、どんな年、うん、でも俺もウォンクと一番深くあれ関わったかもね、去年よりも。あ、まあ、レコーディングからねしっかり。レコーディングはもともとやってたじゃん。うん、けどツアーを一緒に行ったのも今年初めてだし。あ、そうか、そうか。そう、なんだかんだライブって去年はなんか大きいフェスとかさ、フジロックとか、うん、あ、グリーンルームとかね、そういう時なんかそういうのしかなかったから、うん、確かにこう一緒に割と地方行ったりみたいのは初めてだったんだね。あ、うん、確かに確かに、そういう意味では確かに。そうですね。いやでも翔さんには本当に今年はそのウォンクもそうだけどエピストロフ全般でお世話になってるんですよね。まあね、キキビビも弾いてるし、そう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 、ね、いろんなエピストロフ作品でね、その先ほどラジオでもオンエアしたケッセルランでもギターを弾いてて、うん、MV にも出てきますからね。そうそうそう、だし、あ、メルローのね、うん。だギターフリークスのコントローラーを暗闇でポチポチする翔さんが。なんかあの MV どうなんすか、評判いいんすか。良いよ、良いです、うん、なんか俺の周りのあの某ドラムのイブさんが、はい、めちゃくちゃいいって言ってた。、うん、いやあれ評判いいですよ。評判いいよねあれね。うん、うん、あのジュン君の破壊力が、いやーね、やっぱねあれずるいんだよね。あれあの日
あのシチュエーションはずるかったね。でもあれもともと俺が鍵盤弾きながらカメラをじっと見つめるっていうのを撮ってたのよ元から。あれだってジュン君はしんべしか弾いてないから。なんだけどなんか俺登場するの多くなるなと思ってジュン君に弾かせたのよ。あ、なるほどね。それでグラサンでこっち向いてくださいみたいな、ずっとこっち向いてくださいみたいなその演出をやって。あ、じゃあ演出家の、まあなんだけど、あの入間市民会館が良かったよね。スペシャルサンクス入間市民会館。そう、あれはすごかった。あ、そうっすね。グリーンティージャズフェスティバルね。あの仕事に一緒にみんな行ったっていうのも結構奇跡だもんね。そうだね。あそこモノンクルね、そうモノンクルの入間のジャズライブにジュン君と翔さんと、うんうんうん、でシュンがドラム で、うん、でいぶきも見に来てみたいなね。そうだね。でアンパン、そう 俺が行ってみたいなね。そう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 、いやなかなかすごい一日でしたけどね。まあおかげさまでいい MV になりましたよ。はいはい。いやいや確かに、そっかそっか、翔さんとツアーにウォンクで出るっていうのは初めてか。そうだからなんかみんなと仲良くなった年だね。ああ、でも確かにそうですね。いいことや。うん、うん、なんか割とそのいつもレコーディング行ってパッと言って、うんうんうん、パッとやってパッと帰って、うん、みたいなのが多かったけど、うん、そうそうそう、いやそういういいことですね。はい、今後もあのエピストロフはあのレーベルとしていろんな作品を作るように頑張っていきますので、今後ともあのよろしくお願いします。ギターは、あ、こちらこっです。はいはい。今お家ですか？お家ですよ。あ、はい、よかったよかった。なんか外だったら大変だなと思って。いや、ちゃんと甘いもん食べて帰ってきたとこ。あ、え、何食べたんですか今日は？チーズケーキですね。あれモンブランじゃない？モンブランなかったのよ。てかあそこにそうモンブランですよ。モンブランなかったんです今日。あやたけは今日もとんかつ食べたっつってたよ。ねえ、うん、そんな小川翔さんも、出演されるメルローのライブが、あさって、12月21日、エレクトリック神社で10時イベントスペイビビもう口が回んないね。イベント スタートでありますので、皆さん よろしければ、ご来場ください。はい、翔さん、はい、明日は、え、スターウォーズ見ないの一緒に？明日、あれ今日の夜見に行くんじゃないの？明日の夜だよ、明日の夜。あ、そうなの？明日のレイト。明日本番なの俺。え、でもレイトだよ。26時、26時。あ、そういうことね。うん、あ、でも、なくもないかもな。行くっしょ。いや、もうでも撮ったんでしょ。俺は撮った、撮った。けど一緒にワクワクして、だって映画別にさ隣に座んなくてもいいじゃん別に。ああ、なるほどね。ね、何を隠そう、翔さんとはねスターウォーズ再始動をね、共に迎えた中ですからね。車でね、車で新宿まで見に行ったじゃん、あのエピソード7をさ、バルト9までわざわざあの溝の口から2人で車乗り合わせて行ったね。ねえ、そうだった。そうだから、もしあの終わったし、明日お待ちしてるんで。じゃあ明日元気が、うん、ね、はい、ぜひ見ましょう。はいはい、じゃあまあそんなとこですかね。はいはいはい、じゃあゲスト小川翔さんでした。はい、ありがとうございました。はい、翔さんはね一貫してね、うん、前の家からね、うん、電波が悪いっていう、ね、結構ね声がねブツッブツブツって途切れるっていうので、ね、前の家からそうなんでね、引っ越したはずなのに携帯のせいなんじゃないかなって思うんだけどね。ちょっと確かに、携帯のせいなのかな、どうなんだろうね。でもそんなにそんな途切れるっていうぐらい途切れるんだよね。確かにブツブツ言うよね、うん、さあまあそんな感じなんですけど、ちょっと私あの川屋へ行ってまいりますわ。川屋へ、はい、というわけで、じゃあ井上がね引き続きよいしょやっていきますけども、いやエピストロフにはね今年いろんな人が関わっていただいて、ありがたいことに翔さんもそうだけどいろんなアーティストのね方も
うちからリリースしていただいたりして、いろいろねあった年でございましたね。ほんとだからいろんな、今その電話かけてるようにいろんな人にこういろんな話聞くと、なんかねそれぞれの視点の今年のまとめが出てきて面白いですよね。なんか全然やっぱみんな同じレーベルで同じそのシーンにはいるとはいえね、全然違う視点からね見てる当然ですけどわけですからね、面白いですよねそういうのね。今もいろんな人にこう電話しまくっております。電話しまくって出てくれる人をね探しております。よいしょ。やっぱみんなこう忙しいからね、ファーストコールじゃ出ないよね。いやでもそのウォンクはブルームーン今年出し、あムーンダンスをね今年出しましたけど、エピストロフとしてはいろいろね、キキビビリリーも出ましたし、チャラタも出たしね、いろいろ出た年だったな。本当に感慨深いですよね。最初はウォンクだけやろうって言ってみんな集まった4人が作ったレーベルですからね。やっぱみんな忙しいな、みんな忙しい、全然みんな出てくれない。あとは今いろんな人に電話してみたんですけど、なかなかやっぱ皆さん忙しいですよね。突には無理があるな。ちょっと安藤くん早く戻ってきて。はい。俺はね、一つ言わせてほしいことがある。なんだ、安藤くんが言いたいことがある。そう、俺は言いたいことがある。はい、何でしょう。たくさんの誕生日プレゼント本当に皆さんありがとうございました。それ、あ、その話しちゃう？ん？その話しちゃう？誕生日の話。あ、誕生日の話？さあ、安藤くんはすげえ誕生日プレゼントをもらってるっていうのは分かるんですよ僕は。はい。なんでかっていうと、うん、まあ僕はレーベルのね、その会社の、その役員をやってるもんで、うん、事務所に何が届いたかは僕らは、はいはいはい、把握できるんですよ、はい、なんで皆さんが安藤君宛てに何を送ったかっていうのもまあ僕ら分かるわけなんですね、まあ、その送り状に書いてある、ね、そう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 、ね、中はもちろん開けないけど、うん、分かるわけですよね。でも安藤君への、ね、誕生日プレゼント多い、すごい多い、ね、それねなぜかっていうとね、俺自分で分かってるのは、うん、好きなものを明確に提示してるからなんだよ、うん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 、スターウォーズ、うんうんうん、ウイスキー、はい、写真、あ、ちょっと待って、どうした、そのまま話して。はいはいはい、なんかまあね、そういうことでね、本当に皆さんありがとうございます。なんかもうSNS でこう取り上げるとかってなるとすごい、もう途方もない話なんで、なんか一個一個本当はね、ありがとうございますっつってこう写真とかあげたいんですけど、なんかこうね漏れがあっても申し訳ないんで、もう本当全部ちゃんとお手紙もですね目を通させていただいて、全部ありがたく使ったりとか、飲んだり食べたり全部させていただいているので、本当に皆さんにこの場を借りてですね感謝の意を伝えたいなと思います。ありがとうございます。幸せな30代ですよ。やだね、30代に突入です。ウォンククルーとしてはですね、まあ先ほどね翔さんとかも30も超えてからも長いですけど大先輩ですからね、このガキンチョチームの中では一番最初にこうちょっと30代を迎えたということでですね、とにかく体に気をつけて、やっていきたいなと思っておりますけれどもね、皆さんどうですか今日の謎とか。もうちょっとするとね終点なんですよ僕、尿意スパンが早い。それはねそんだけね飲んでるってことなんですよ。新婚幼稚幼稚さん、あマサゴね、マサゴはね今多分ねどっか地方にいるんですよ。あ、パーティーしようぜの人はね出なかったみたいですね。そう、とりあえずねもうみんな
あさって神社に来たらいいよ。神社っていうのはね、名前こそ神社っていう名前なんだけど、六本木の芋洗坂のスキヤの地下にある最高なミュージックバーで、本当に過去にはもう久保田利伸もそうだし、久保田利伸からロイハーグローブまで来たことある店なんて日本に絶対に神社しかないっていうような、ミュージシャンには好かれる、ミュージシャンが愛した店なんだよね、うん、で俺はそこでもう 7,8 年ずっと演奏してて、そうで、まあ時々こうやって、お、どうしたどうした、なんかちょっとドアの向こうが騒がしいですけどね、誰かまた電話がつながったんじゃないですかね、井上さんの。お、どうしたどうした、次なるゲストは、あ、次のゲストが来た、キキビビリリーでございます。キキビビリリー、こんばんは。はい、こんばんは。はい、びっくりしました。すいません、突然電話かけて、すっごい冷や汗出ました。冷や汗出たの？うん、なんか思いっきり生電話みたいな感じ。失礼しました。なるのかなって思って。ああ、いや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 、なんか今ね、こう、うん、エピストロフの、うん、こうラジオということで、うん、エピストロフに関わってくれた人に、うん、今年はどんな年だったかなっていう話を聞いてるわけですよ。なるほど。そうで、まあいろいろ、まあ新たとかにも聞いて、うんうん、そう、あなたの番ですっていう感じです。どうですか今年は。どうだったよ今年は。ね、うん、楽しかった。めっちゃ楽しかった。うん、だってさ、うん、ファーストアルバム出したの今年だよ。そっか、あれ、そう、そっか、アルバムで言うとファーストか。そう、そっかそっかそっか。だからもう赤ちゃんなんだけど、生まれたって感じ。おお、またね、確かにね、こうエピストロフ仕切りでちょっとまた今までと違うサウンド感で出してって感じだもんね、うん、そうだね、うんうんうん、本当に生まれたって感じかな。で、なんかバンドセットでライブとかもしてみてどう？うんうん、でもバンドセットが楽しすぎる。お、嬉しいね。うん、本当に楽しいね。この、よく、よ、うん、はいはいはい、何何、よく考えたら、うん、4回とか5回とかしかやってないけど、うん、フルバンドでね。うん？フルバンドでは4回とか5回そうだねぐらいしかやってない、うん、なって思って、またもっとやりたいと思って。まあ来年からもね、動いていきますから、うん、キキビビリリーはね。そう、何を隠そう、何を隠そう、ラジオの皆さん、あのキキビビリリーバンドのバンマスは私メルローが務めておりまして、はいね、来年からもいろいろね。そう、安藤さん、あ、メルローさんも不慣れかね。でもね、いろいろ聞いてくれた人はきっとね、うん、知ってるよね、うん、まあでもいろいろね、動いていこうと。いや、本当にありがとうございます。今年は本当にお世話になりました ね。でもスペインには連れてってもらえなかったからな、うん、一応スペインに打診したんですよね。あと一人二人連れて行きたいんですけどね。そう、いやいやいや、楽しんできてよ。ありがとうございます。スペインどこの土地行くの？マドリードだって。あ、マドリードか、いいね。俺今年の正月行ってたよ。そうなんですね、うん、いろいろ教えてほしい、ね、1週間ぐらいいるから。うまい店教えるわ。うん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 。なんかさ、はいはい、あのビビッドはバンドで作ったじゃん。バンド編成で曲作ったのが多いじゃん、だけど、うん、次から出る新作とかなんかそういうのはそのバンドじゃなくてトラックのやつもいろいろ出るわけじゃないですか、今までみたいな感じのやつも。だってまあ好き者君とかも出たしね。そうそうそう、とか、うん、なんか逆にそれをその安藤バンマスでバンドアレンジしたライブとか僕はちょっと興味あるな、聞いてみたい。私も興味あるんですよ、うん、ではそれやってくださいよ。ねえ、てかね、新曲をね、早くね、バンドセットのね、あ、そうですね、手取りにね。だからウィル君ともやったじゃん。うんうんうん、とかああいうのとかもビビッド以外の曲とかも早くバンドのセットにね、そうそうそう、追加していきたいですね。追加したいですね。ね、うん、結構バンド流行る曲もあるし、うん、またブルーイングリーンとかもすごいバンドサウンドでいい感じになったから、うんうん、やりたいですね。ね、やりたいですね、うん、いや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 。じゃあ今年は生まれた年という、新しく生まれた年ということで、
霊を得た、はい、ねえ、ね、でも本当キキビビリだけじゃなくてあの椿のゲーム、椿のライブとかでもそうだしね、いろんなところで今年はご一緒したって感じでしたね、うん、本当に一番、まあ、この間この間もね、この間の福岡までね、うん、そうそうそう、ね、そういうなんかね、そういうのも結構ちゃんとご一緒してますよね。そうだね楽しいです。いやいやいや、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お母さんもよろしくです。はい、かんちゃんもよろしく。ということで、ちょっと遅がけに申し訳ありませんでした。はい、おやすみ、ありがとう、キキビビリリでした。ありがとうございました。はい、バイバイ、バイバイ。やっぱりね、新たもね、キキビビもね、向こうから切るのが早いそれにね、どんだけね、電話に出たくなかったかが分かるありがとうございました、プルーンつってこっちが押す前に切ってくるっていうところにね、まあ、やっぱりね、 あの話したかったのは綾竹だけって説あの俺らと話したかったのは、そうね、綾竹はだってもう今一人で戦ってるんだからね戦ってる人だからね、そうそう、そういう説はありますよ ね、いや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 、ありがたいですね、皆さん本当に、はい。いやでね、とりあえずですね、僕のね、いやこの井上家からのね、はい、終電までがね、はいはい、あともう20分ぐらいなんですよ。あ、そうなんですか。そう、失礼失礼。そうなんで、うんうんうん、どうですか、なんか僕らでちょっと総括しましょうかね、そろそろ。そうね、うん、安藤くんはどうでした、今年。いや今年はなんかやっぱりなんだろうね、やっぱりなんかね、今最近すごく思うことが、うん、同世代、同世代って言ってもまあちょっと上というよりかちょっと下か、うん、まあだから新田綾竹世代、うんうんうん、からまあだからリカックスとかもいて、ペリメトのみんなもいて、うんうん、俺がいてみたいな、はいはい、そのまあ平成ギリギリ、平成俺が元年だから、そうね、平成元年3、4、5、3、4ぐらいのね、うん、4、5ぐらいのね、周りが本当にそれこそミュージシャンじゃなくても、うん、めちゃくちゃ忙しそうなのよみんな。そうね、最近はなんだけど、それって今はすごいいいことで、うん、やっぱりなんか今みんなめちゃくちゃ頑張って地位を築いてるわけだよ、うんうんうん、そうだね。そっからそれを糧にして、うん、やっぱりだんだんこう中堅じゃないけどさ、うん、中堅って言ったら楽しくないかもしれないけど、中堅も楽しいもんだから、やっぱり、うん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 、なんていうかこう、ね、死ぬほど安い賃金でめちゃくちゃ頑張ったっていうところを経て、うん、やっぱりみんな地位を今掴みにいってる、うんうん、今すごい大事だし、うん、一番楽しいというか、うん、なんかこう張り合いのある、はいはいはい、年なんだなっていうのをめちゃくちゃ感じたね最近、うんうん、ここ、まあ、特に今年は、うん、誰に会ってもちょっとノイローゼになりそうな人が多いっていうか、やりすぎてる人ね。そうそうそう、めちゃくちゃ働いてんだよねってみんな言うのよ。で俺もそうだし、そうだからやっぱりなんかそう今そういう時期なんだろうな俺たちって思うんだよね。でこっからやっぱり横でねのし上がってくんだろうなっていうふうに思うから、やっぱり今後の自分たちが楽しみだし、だけどやっぱり今あの時はめちゃくちゃ働いてたよねって後から思い返せるようなこう充実した2019年だったんじゃないかなと僕は思います、うんうん、なるほど、はい、井上さんどうですか。僕はね今年はね割となんていう飛び箱でいう踏み台みたいな年だったんですよね。なんて言うんだろうな、ほうほうほう、僕今年29なんですけど、うん、そう30を目前にして、うん、ウォンクをやってきてエピストロフの経営もやってきて、うん、でまあ、一方で会社員もやってきて、うん、で他の人のミックスもマスタリングもやってきて、そう、ね、うん、あらゆるこの手広く今までやってきたんですよ僕は、はい、その専門性がないというか、はい、逆になんだ、まあ、専門性の中でだけどね、中で、まあ、そうそうそう、まあ、手広くね、すごいニッチな分野を掛け持ちしてきたというか、なんですけど、なんかこう今年1年の活動を通して、うん、これこう今後やりたいなみたいな、おビジョンが、そうビジョン、うん、まあ、ビジョン今までもビジョン持ってやってたんですけど、うんうん、なんて言うんだろうな、この、うん、これ一旦これやりたいなっていうことが割と最近出てきて、はいはい、そうだから
いろいろやった中でやりたいことを見つけられた年かなという感じだったかな。いいですね、うん、それもすごいいいことだ。やっぱりみんな今だからさ、恋で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 、うん、どっか岸に着くぐらいなんだろうねきっとね、うん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 、もう今ねマイクの前ではもう氷がカランカラン言ってますからね。これね、ね、やべ、めっちゃこぼした。まあ、さっきまではね氷結飲んでたけどね氷結とトリスハイボールだったけどね。そういやということでね、2020年、とりあえずオリンピック期間中どこに逃げるかどこに逃げるかって何。いや宮古島とかに行きたい東京はねいろいろ忙しそうですからね。まあだけど2020年もね頑張っていきましょう。本当に僕たちの音楽を、なんかキリが良くて嬉しいわ。まあそうだね、そうだね、次頑張ろうっていう年がキリが良くて、なんかやりやすい、すごい。だけどさ2010年ってさ何にも思ってなかったことね、もう覚えてないもん別に。そうそうそう、2010年ってなんだっけってなるよねなるなるなる。でなんかこの2019年から2020年、まあ令和になったってこともありつつさ、うん、なんかしゃあ頑張るかって感じあるよね。そのなんかメリハリというか、うん、ね、そうね。だからまあ、いろんなね、節目が、個人的にはその30になる年っていうのが2020年っていうのがキリが良くてキリが良くて、まあ、俺は2019年に30になったけどねそうね、安藤くんはそうだよね、うん、俺はそうだから20年に30歳になると、うん、めっちゃバッチリのキリが来てるから、なんかまあ来年はね、そのいろいろやりたいことをやろうとね、いう感じはあるね。そうだ、それあるんだよね。結構さ、30になる年に20代最後の作品を出すみたいなところに重きを置くか置かないかみたいな、うんうんうん、でも安藤くんはねピルグリムも出したし、その他のね、うんうん、だ安藤がメルロっていうソロ活動してるじゃんそもそも。まあね、だけど俺してないからさ、うん、そのなんだろう、自分の集大成みたいなのって実は今まで出したことないんだよね、うんうん、なるほど。そうだからそれやってみたいなと思って。井上館プレイハウス、井上館プレイハウス一人ね、うん、一人でそうそう、そういうのはやってみたいかな。いいじゃないですか。そうそう、じゃ あ来年はちょっと30を迎える井上館に来たいということで、期待してください皆さん。文句もね、もちろん文句もメルローも、ね、アルバム出るかもしれないしね。そうそう、あとエピストロフ全体でね、うん、ビートメーカー、テーブルビーツ派生もいろいろあるし、うん、キキビビも、キキビビもね、梅ちゃんのこれからもって気になる。そうなんですよ、だからいろいろ楽しいことあるから ねなんかそう思うといい、ね、幸せよ、幸せ本当に幸せだ、すごい幸せ、うん、自分たちからやりたいこととかやるべきことを作り出して、うん、それに向かって邁進して成し遂げていくっていうのはね、すごい幸せよ。すごいわ、ほんと幸せ。前向きすぎだねちょっと、うん、いやいいんだよ、こんだけ酔っ払ったらもうどうでもいいんだよもうちょっと後ろ向いた方がいいかもしれないもうね、天の弱だよそれはもう。そうね、ねえ、うん、ねえ、とりあえずね、あさってエレクトリック神社に来いと、そっから始まると、うん、そっから始まる俺は先輩バンドの前座をやるだけなんだけど、うん、そこに来いと、大津によろしく言っといて、うん、大津によろしく、大津に会いに来たらいいじゃん。いやー、大津と会うのちょっと恥ずかしいんだよねなんかきっと頭の上にメガネ乗せてるからまだ乗せてんのあいつ乗せてる乗せてる、うん、そう、いや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 、まあね、本当でも本当シーンも面白くなりつつあるね俺たちの世代のね。そうなんですよ、うん、だからもうみんなで今後作ってこうって思うよね、うん、そうだね、うん、いやそれこそアジア、うん、それとももうユーラシアから世界へ、うんうん、頑張りましょう。北半球から南半球まで、うん、頑張りましょうよ。そうだから、そのこれ聞いていただいてる皆さんもね、今後も本当によろしくお願いしますという感じですわ。はい、ね、皆さんがその聞いてくれて、うん、それをこう言ってくれて、うん、で僕らの周りもこう自発的にこうみんながねこう、うん、何がどうなってるんだっていうのをねちゃんとこう知ろうとしてくれることっていうのが ね、うん、もう世の中を変えるんすよ。そう実際はそうだから井上館180ない、何言ってんの
さっきの身長の話ね。あ、そう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 、身長まとめの話。そうそうそう、あ、そうそうそう、だから俺はもう169しかないっていうのも知ろうと思えば知れるわけよ。そうだよ、ちゃんとね、それをね、みんながちゃんとこう知ってくれようとする姿勢がね、うん、その音楽をさらにレベルアップさせる感じあるんで、そう、ね、うん、そう、聞いてくれてる人って一番重要なんですよ、うん、本当は。作る人は昔から素晴らしい人いっぱいいて、今も素晴らしい人いっぱいいるんですよ、うん、だけどそれをなんだろう、みんなでこう盛り上げてくれる人がいるから、うん、ね、全体のこのさらにレベルがアップするわけであって、作る人がは昔からいるけど、 それを表舞台に引きずり出すのはそうあなたたちなんですよ、ね、皆さんだからね。そうなんです、うん、なんで皆さん来年もエピストロフォーよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ね、ナードトークも変わらずやっていきますよ。はい、はい、まあ、もうもはや不定期だけど、うん、ね、あの新たとコウスケのえ、あのやつはもうやってないからもう今やエピストロステーションズはテーブルビーツかナードトークだから、そうなんです、うん、そう、おしゃべりが聞きたやつはここへ来いよということで、はい、はい、じゃあもうそろそろ終電なんで私は井上拓から帰ります。はい、はい、じゃあ、本日もありがとうございました。今日のお相手はというか今日もお相手は、はい、メルローこと安藤浩平とウォンクのベーシスト井上寛でございました。じゃあ皆さんありがとうございました。いよいよ年を2020年も楽しんでいきましょう。よいよ、バイバイ。He wasn't interested in the slum, like slum is always... We'll be right back.
Trying.